皆さんこんにちは。司法試験2020年度入門講座全体構造編、始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて本日から入門講座が開講しましたけど、最初なんでいくつかご説明しておきます。これ生講義で受けている方もいらっしゃいますし、ウェブで見ている方もいらっしゃると思います。で、基本的にですね、生講義は池袋で19時から始まります。で、チェックテストというものがありまして、生講義で受ける方は18時40分ぐらいに来ていただけると受けることができます。で、これ欠席してもですね、板書ってものがあるんですね。板書っていうのは、生講義だとね、こうやってプレゼンターに移して私が書いていくものなんですけど、これウェブでも見れるようになってます。そして、板書の一番後ろ、おそらく PDF とかで提供されると思うんですけど、そこにチェックテストと解説はついていますので、休んだ場合もそれを見てください。あと生クラスの場合は、別に遅刻して入室しても自由ですし、途中退室も自由です。あと飲み物も飲んでいただいて構いません。食べ物はご遠慮いただいてます。で、毎回の持ち物なんですけど、私のクラスはこのようにレジュメが出ます。で、このレジュメ1回で終わらないこともありますので、大体分かりますね、レジュメのどこまで進んだかっていうのは。まだ進んで、終わってないレジュメがあったら、それは持ってきてください。あと、セブンサミットも使います。今回使うのはこの全体構造編ってやつですね。これも使います。あとですね、ぜひ六法をお持ちください。六法っていうのはこういった、例えばここデイリー六法って出てきますけど、いわゆる学習用六法ってものです。どこの会社のものでも構いません。本屋に行けば売ってます。この六法はね、今日は仕方ないんですけど、お持ちください。で、これ六法ね、もし忘れちゃうと、例えば自分のスマートフォンとかで条文を引くことになるんですけど、結構大変です。紙の六法に慣れるためにも、六法をぜひお持ちください。では早速中身に入っていきましょう。で、この補助レジュメっていうのを中心に進めていきます。今日何をやるかっていうと、大体法律ってのはどういうものなのか、概要。あとですね、ちょっと難しい話なんですけど、一般的に法哲学っていう科目で扱う法解釈とは何かみたいなね、そういう話も扱います。なぜかというと、これが全ての法律学の基礎になるので扱っていきます。それではペラッとめくってください。セクション1、一番最初の法学入門で、ここに民法、刑法、憲法の役割というものがあります。で、予備試験だとね、試験科目7科目ですね。で、その中で民法、刑法、憲法っていうのは、もともとね、修士法試験でも非常に重要な科目なものだけあって、三法って言います。で、これをね、割と最初に学んでいくわけなんですけど、これなぜ民法、刑法、憲法という順番に講師は書いてるのか。これ何を言ってます。何を言ってるかというと、大抵のね、予備校のカリキュラムには憲法が最初に来るんですよ。憲法、民法、刑法とか言うんですけど、私はあえて民法から書いてます。刑法、憲法。なぜこの順番に講師が書いてるのかというと、実は意味があるんです。私はね、憲法っていうのは一番最後に来る科目だと思ってます。これ重要じゃないってことじゃないですよ。意味があるんです。で、ちょっと下見てください。民法、刑法、憲法の役割の図で、ここに国家、国ですね。今日本の法律やってるんで、日本だと考えてください。で、私人 A、 その私人っていうのは我々のような生身の人間だととりあえず思ってください。で、私人 B で、ここにケースがあります。で、私人 B は A の車を盗んだ。人のものを盗んじゃダメですけど、盗んでしまった。で、私人 A は国家を批判する本を書いた。で、この国では、今の日本じゃないでしょうね、国民に表現の自由が憲法により保障されている。しかし、国家は国家を批判する言論を処罰する法律を作った。こんな事例があると考えましょう。で、これらに法律を当てはめていくとどうなるかという話です。で、まず国が絡むと面倒くさいんで、とりあえず盗んだところから処理していきましょう。まず当然ですけど、丸一番見てください。A は B に車返せと言えますね。盗まれた人は、被害者は加害者に返せている。まずここからスタート。これ別にここに書き込むと、これ丸一、車返せですね。
これ法律関係です。立派な法律関係です。私のものが盗まれたから返してください。さらにですね、丸に A は B に損害賠償を請求できる。損害賠償っていうのは民法でそのうち出てくるんですけど、自分が損した分のお金を請求できるということです。例えば竹山くんの車が盗まれました。1年後に帰ってきたとしても、例えば1年間ねレンタカーを借りなきゃいけなかった、その分のお金損してますよね。それを払えと言えるので、ここに丸に損害賠償請求と書きましょう。ちょっと漢字は難しいですけど、車返せって言える、お金払えって言える、そういうことになります。でここでね、漢字は難しいんだけど概念自体は素朴ってことを意識してください。簡単ですよね。返せ、お金払え。次、丸さん、 B の行為は窃盗罪に当たるので国家は B を処罰する。人のものを盗んだらダメですよね。なので国は B を処罰する。丸さん、処罰と書いてください。でここで民法と刑法の話が出てきます。この A と B の間で物返せとかお金払え、これが民法です。要するに人と人との間の財産の関する関係がこれ民法だから、これね民法なんですね。ここはで国が人を処罰する、丸三がこれ刑法の話になります。で憲法どうなるかって言うと、次の丸四、国家は A を処罰しようとする。なぜかというと、忘れてるかもしれないですけど、国家を批判する言論は処罰されて、国なんで処罰しようとするんだけど、しかし A には表現の自由があるから処罰されない。これ図に書くとこんな感じですね。処罰しようとするんだけど、この処罰から国民を守ってくれる、まあ、バリアのようなものが表現の自由ということになります。でこの処罰しようとする国民を守るのが、これが憲法の世界になります。なんか憲法だけちょっと複雑な話になってるなっていうイメージは持ってください。で、まあ、この図はとりあえず置いといて、民法、刑法、憲法って何なのか見ていきましょう。1ページ目の下から4行目、民法、これは個人の財産関係と家族関係を規律する法律とよく言われます。要するに個人同士のお金の関係や、あの家族関係、結婚とか離婚とか相続とか、そういう話を規定したのが民法になります。でここに民法709条って書いてる条文を見てください。これは故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。これそのうちある不法行為っていう重要な条文です。不法行為書いておいてください。不法行為、で法律の条文が出てきたら必ずね具体例に当てはめて理解するようにしてください。これ故意ってのは、まあ、まだそんなにやってないんだけど、わざと、過失ってのはミスですよね。わざとやるかミスによって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したもの、これまさに上で言う B さんですよ。 B さんわざと A さんの車を奪ってる、 A さんの難しく言うと財産権を侵害してる。このものはこれによって生じた損害を賠償する責任を、 B はわざと A の車を取ってるから損害賠償する、責任を負って書いてるんですね。これ逆に言うと A は B に損害賠償請求できる根拠は、これ民法709条ということになります。
この丸2のところに書いておきましょうか。民法709、民709でいいですよ。民法709条で損害賠償を請求できるってことになります。まあ、なんとなくこんなものが民法だと思っていただければ結構です。でどんどんいきましょう。2ページ目、刑法です。で刑法ってのは割と単純で、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法律、何が犯罪でどういう刑罰が科せられるか書いてるのが刑法です。まあ、ここに刑法を挙げときました。199条、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。まあ、殺人罪ですね。物騒なんですけど、まあ、こういった条文があります。まあ、人を殺したら死刑とか無期懲役とか5年以上の懲役になる、まあ、そういう話ですね。これが刑法と呼ばれるものです。あと次、憲法ですね。憲法って何かというと、個人の権利、これ人権と言いますと、国の組織の基礎、統治機構について定めたもの、これを言います。でこれ何かというと、憲法21条1項、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。これ国民に一番大事なのはここなんですけど、表現の自由がありますよ。これ国民の権利です。そういうことについて定めたものです。で憲法もう一個大事なものがありまして、個人の権利のほかに国の組織の基礎、憲法41条を見てください。国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。これは国会は法律を作るよ、そういう機関だよと言ってる条文です。で統治機構って難しいんですけど、あの中学校の政治経済みたいなやつであって、国会内閣裁判所みたいな、そういうことを定めているのが統治機構になります。で難しいのがここなんですよ。憲法は法の法、法律の上位にある法とも言われ、すべての法律より上位である。これなんか聞いたことありますよね。でここが難しいんですけど、法律があって憲法があって、この内容が矛盾しているとします。で憲法と法律の内容が矛盾すると、なんと法律の方が上、憲法の方が下ってことは、憲法が法律を無効にします。これ無効になっちゃうんです。これぜひ覚えておいてください。憲法の方が法律より上ってことは、憲法と法律が矛盾すると法律が無効になる、そういうことになります。よろしいでしょうか。じゃあここまでやった上で、さっきの図に戻りましょう。1ページ目です。で民法は主人 A が主人 B に車を返して損害賠償請求をする、財産関係とか家族関係の法律で、刑法は国が人を処罰する法律で、憲法は国が法律によって処罰しようとしてるけど、国民には権利があるから国民を守るんだ、そういうのが憲法です。でこれなんで処罰されないかというと、憲法の表現の自由と処罰する法律が矛盾しているから、法律が無効になっているからなんですね。でここでちょっと感じ取っていただきたいのは、憲法だけ難しくないですか。なんか民法素朴ですよね、お金返せ。刑法も素朴です、人を処罰する。憲法だけ複雑なんですよ。そしてね、ここに書いてないんですけど、憲法だけ新しいんです、概念が。あの民法とか刑法っていうのはものすごい素朴なんで、おそらくね、もう石器時代からそういったルールはあったでしょう、似たようなルールは。でも憲法だけは、国家っていうものができないと憲法っていうのは存在しないんです。憲法っていうのは国家を前提にする。でこの国家っていうのは近代国家です。あの刑法の国っていうのは権力があれば何とかなります。でもこの国家っていうのは
国民国家とか近代国家とか言われる最近の概念なんですね。なので憲法っていうのは割と新しい概念なんだと思ってください。よろしいでしょうか。でここでね、ひょっとしたら歴史好きな人全然よろしくないかもしれない、こういう質問があります。たまに、先生、聖徳太子の17条の憲法ってありますよね。あれ相当昔じゃないですか。その通りです。ここで言う憲法と17条の憲法は実は意味が違うんですよ。あれというと憲法っていう言葉もいろんな意味があるんだってことですよね。でこれ混乱してきますけど、実は担当によく出るところなんです。これは憲法という科目で、やります。しっかり今やると混乱するんでね。ここではここで言う憲法と17条の憲法は意味が違うんだなっていう、なんとなくぼんやりしたイメージをつけておいてください。実はですね、こんなたらたら法学入門をやってるつもりで結構ね、担当とも絡んでくるんですね。で2ページ目に戻りまして、でこの他にも重要な法律はたくさんあります。しかし民法、刑法、憲法が基本です。でなんで憲法最後かというと、これは結局歴史です。民法、刑法の方が早くできた法律概念で、憲法の方がかなり新しい法律、そういう意味で書いてます。あとですね、行ったり来たりで申し訳ないんですけど、1ページ目のもう一回図を見てください。民法は人と人との関係になってますね。刑法は国と人との関係になってますね。で憲法も国と人との関係になってますね。これをちょっと頭の片隅に入れておいてください。もう気持ち悪いと思うんでやっちゃいますけど、このように国と人との法律を私人との私人間の法律、これを公法と言います。だから憲法と刑法は国と私人間の法律だから公法、公の法と言います。一方私人間同士の法律は私法、私の法と書いて私法と言います。まあ、法律もこういうふうに分かれるんだっていうイメージをつけておいてください。よろしいでしょうか。今日は最初なんでね、入門的な話なんですけど、表面的でもいいんでね、あっさりとでもいいんで、ぜひ理解しておいてください。これがね、これからの民法とか刑法の解釈の基礎になってきます。じゃあレジュメ2ページ目で、次にセクション2、裁判手続きの流れです。結局のところ司法試験って何の試験かというと裁判ライセンスです、一言で言うと。なので憲法とか民法とか刑法をやるときも常に裁判を意識しておいてください。ちょっと一例挙げます。民法でね、よくね、請求できるって言うんですよ。A は B に100万円を請求できる。でも日常用語で請求って、例えば電話をかけて100万円払うとか、そういうことも請求ですよね。でもそんなこと法律で議論しても意味ないんですよ。民法で請求できるというのは裁判で請求できるっていう意味だから、裁判を意識するっていうのが一つポイントになってきます。このクラス国家総合職も共通なんですけど、総合職の人もね、やっぱり法律は裁判ベースにしているので裁判意識してください。ということで裁判手続きの流れを簡単にやっていきます。で1番、裁判制度、かっこいい裁判制度、裁判とは。で裁判はなんとなくテレビドラマのイメージとか、あとはね、木槌でどんどんってやってるイメージかもしれないんですけど、定義があります。見てください。社会において起こるこの太字の具体的事件、これマークしてください。具体的事件に対していかなる処理をすべきかについて、国の機関としての裁判所が、これもマークしましょう、法を適用して決定すること。具体的事件に対して法を適用っていうのがポイントなんですね。これは憲法という科目で実は詳しく学びます。でこういう抽象的な話聞くと眠くなってしまう人、これね、具体例に当てはめるといいんですよ。例えばこれどうですか。竹山君が自衛隊は憲法違反だっていう裁判を起こそうとする、これ裁判になりますか。
なんか聞いたことあるかもしれないけど、これ裁判ではないんですよ。なぜかというと、具体的事件じゃないから。自衛隊が憲法違反かどうかってすごい抽象的じゃないですか。でもこれは裁判になる。そう、例えば自衛隊が誤って、なんか自衛隊のミサイルが家に飛んできて家が壊れた、お金を払ってください、これは具体的事件だから裁判になる。抽象的なのはダメです。あとは法を適用ですね。何でもいいですよ。マクドナルドとロッテリアのハンバーガーどっちが美味しいか、こんなの法律適用して解決できません。裁判ではないってことになるわけです。あくまでこの2つがポイントなんだなというイメージをしておいてください。では裁判の種類です。これまず民事裁判、これ民法絡みの裁判だととりあえず思ってください。お金返せっていう裁判、民事訴訟といったり民事事件といったりします。であと刑事裁判、これ刑法絡みの裁判で人を処罰する裁判、刑事訴訟って言ったりもしますし、刑事事件って言ったりもします。これの2種類があります。あとね、行政裁判って言って行政絡みの裁判もあります。たまにあるのが原子力発電所差し止めとかあるんですけど、これも広い意味で民事事件に含まれます。でここ分かりにくいと思うんですけど、ちょっと置いといてください。行政裁判の意味をやって、あとは分かるようになります。まず民事と刑事が2つあって、行政裁判っていうのもあるんだけど、民事裁判の一種だということです。じゃあ次ですね、括弧に裁判所の種類です。で裁判所の種類は最高裁判所、これ東京に1箇所で最高の裁判所です。高等裁判所、これまあ行政区分同士では、大体8個くらいあります。地方裁判所、各都道府県に1個、北海道だけ広いから4個で、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類があります。でイメージなんですけど、一般的な事件は地裁、地方裁判所の略ね、高裁、高等裁判所の略、最高裁の順に上訴されて処理されます。竹山君が窃盗罪で捕まって、例えば地方裁判所で懲役10年の判決を受けました。不服があると高等裁判所でもう一回裁判をやって、さらに不服があると最高裁判所に行く、まあ、三審制ってやつですね。一般的な事件はこの順になります。で問題は家庭裁判所と簡易裁判所で、家庭裁判所って何かというと3ページ目、これは家庭事件、家事事件とも言います。例えば離婚とかに関することとか、親子に関するような事件を扱う、まあ、家庭内の事件ですね。あとは少年事件、まあ、20歳未満の 少年の犯罪を扱う、裁判するために特に設けられた裁判所で、地裁と同等の位置にあります。この地裁と同等の位置ってどういうことなんでしょうね。法律やっとくと、こういうよく分かんない概念が出てきます。でもこれ落ち着いて考えれば分かることで、さっきこう言いました。上から書くと、最高裁、高裁、地裁ですよね。で地方裁判所の判決に不満な人は高裁でもう一回裁判をやってもらうことになります。でついでにやっとくと、1個上の裁判所に行くことを高訴と言います。で最高裁に行くこと、これ上告と言いますけど、もう一回裁判やり直してくれることになります。そしてですね、家庭裁判所が地裁と同等の地位っていうのは、要するにここのラインにあるということです。家庭裁判所、略して家裁と言いますけど、家裁の判決に不服な人は高裁に行けるという意味で同等の地位と言います。地裁と同じラインにあるってことです。だから家裁の判決に不服があったら、高裁、最高裁と行くことができます。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、次は簡易裁判所、これは少額軽微な事件について、これを簡易かつ迅速に裁判する、大審裁判所である。これ民事事件で言えば訴える額が140万円未満、
例えばですね、10万円の隣の人に貸したけど返ってこない。そんな裁判をやるのがこれ簡易裁判所です。あと刑事事件でもよくあるのが、例えばスピード違反で42キロオーバーですか、また罰金になる。そんなのを裁判するのが簡易裁判所です。これ何かというと、訴訟がね、小さいから事件として小さいわけではないんだけど、それを地方裁判所でやってるとね、大変なんですよ。だから簡易裁判所ってところで、ある意味簡易に迅速に解決するようにしました。ちょっと脱線しますけど、実はですね、簡易裁判所の裁判官で司法試験に受かってなくてもなります。これ裁判所書記官とか公務員からね、なる道もあるんです。っていうのは、地方裁判所以上の裁判官は司法試験みんな大抵受かってるんですけど、それで裁判させるとね、もう足りないんですよ、裁判所の数が。なので簡易裁判所という存在がある、そういったイメージです。ではどんどんいきましょう。括弧3、裁判の公開です。で、裁判傍聴行ったことある人いるかもしれません。あ、ちなみに裁判傍聴行きたくなった人、刑事事件の方が面白いです。刑事事件の方が一からやってくれます。民事事件はね、書類のやり取りが多いので、行ってもわけわかんないと思います。で、なぜ裁判見られるかというと、裁判公開の原則というのがあるんですね。憲法82条1項、ここに条文書いてますし、6法で引いていただいても構いません。82条1項は、裁判の再審および判決は公開の法廷で行うって書いてるんですね。裁判は公開されます。で、後で細かな例外ありますけど、公開原則があるんだと思ってください。ということで、民事裁判をちょっと詳しく見ていきましょう。で、このケースでいきます。 A は B に車を100万円で売る契約をしました。しかし B に車を引き渡したにもかかわらず、 B は100万円を支払わない。要するに車をちゃんと相手に与えたのにお金払ってくれない。100万円どうします？諦めますか？諦める人もいるかもしれないけど、100万ぐらいだったら裁判を起こす人も多いでしょう。そこで民事裁判が始まります。で、括弧1、民事裁判と。これ民事裁判、民事訴訟とも言いますけど、民事上の紛争、とりあえず民法絡みだと思ってください。つまり財産関係と家族関係における紛争を解決する裁判を言います。民事裁判は原告を裁判を起こした人ね、と被告、裁判を起こされた人のバトルです。原告と被告が戦って裁判所が決めるという構造になっています。でですね、弁護士代理の原則、これも重要な原則なので覚えておいてください。で、まずこれ勘違いしている方いるんですけど、日本では本人が弁護士を頼まなくても民事裁判を起こせます。別に自分で裁判やるんだっていう人は勝手にやっていただいていいんですよ。ただし、誰かに頼むのであれば弁護士でなければならない、そういうルールを弁護士代理の原則と言います。ただ、訴訟140万円以下の一定の事件、簡易裁判所管轄の場合は司法書士でも良いことがあります。管轄ってのはそこで裁判やるという意味です。簡易裁判所で裁判をやる場合は司法書士に頼んでもいい場合がある、そういうことになります。で、そろそろ眠くなってきたかもしれないけど、法律ね、結構抽象的なんですね。ただね、イメージが大事なんで、ぜひイメージをしておいてください。括弧に、民事訴訟の流れです。で、どうやって裁判が始まるかというと、訴訟の開始、 A は B に100万円の支払いを求める訴状を提出した。訴状っていうものを裁判所に提出して、初めて裁判は始まります。で、そして訴状は裁判所から B、被告に送達されます。で、ここでね、1個、処分権主義って言葉を覚えておいてください。これは訴えなければ裁判なし、他にも意味あるんですけど、とりあえずこれだと思ってください。要するに民事裁判っていうのは訴えないと絶対に始まりません。ただ裁判官がおせっかいをして、なんか A さんと B さん揉めてるから裁判にしましょう、これはダメです。裁判っていうのはすごいね、大変なものなので、当事者が起こさないとダメなんです。で、4ページ目で、裁判が起こると丸に、訴訟の審理になります。で、ここから難しいんですけど、まず訴訟要件の審理、これが行われます。で、訴訟要件って難しい概念なんですけど、ぜひイメージをつけてください。
例えば裁判所で事件を取り上げてもらうための要件を訴訟要件と言います。例えばですね、さっきの A さん B さんの紛争トラブルで、もし全然無関係の C が裁判を起こしたら、訴訟要件がない裁判ということになります。その場合は却下判決が出ます。これどういうことかというと、 A さんと B さんのトラブルを、これ AB の紛争ですね、C が裁判所に訴えても、C さんって全然関係ない人ですね。これ関係ない人です。これ A や B が裁判を起こすなら分かります。でも C っていう関係ない人が裁判を起こしてきた、これどうするか。でこれもイメージ、していただきたいんですけど、まあね、たまに裁判簡単に起こすぞって言ってる人もいますけど、裁判ってね、ものすごいコストがかかるんです。コストっていうのはもちろん訴える人 C さんにもコストもかかりますけど、裁判所だって裁判官の給料もあれば、公務員のね、裁判所で働く人の給料もあれば、裁判所の施設を使ってる土地の代金もあれば、光熱費もある。ものすごいお金使うんですよ。つまりこれは無駄、裁判資源の浪費なんか言ったりします。これは裁判資源の浪費ですよね。裁判所は暇じゃないんですよ。だからこういう無関係な訴えは門前払いしましょうということで、これは却下判決というものが出ます。門前払い判決だと思ってください。もうあなたの訴訟は取り上げませんよ。それが却下判決の意味です。裁判資源の浪費を防ぐために却下判決を出します。でちょっとやっておきましょうか。関係ない人が裁判を起こす、これね、民事訴訟法では今覚えなくていいけど、当事者適格がないとかそういった表現をします。今覚えなくていいですよ、当事者適格って単語。民事訴訟法という科目でやります。総合職の人は民訴ないんで、今覚えておいてくださいね。当事者適格はないと表現をします。でちょっと脱線しますけど、当事者適格って単語を聞いたら皆さんびっくりするんですけど、これね、言い換えると大した話じゃないんです。関係ない人が裁判を起こすなってだけなので、難しい用語が出たらイメージできるようにしておいてください。こんなのばっかりです、法律は。そして今みたいに関係ない人の裁判を防ぐための要件が、これ訴訟要件と言います。訴訟要件がないと却下判決が出る、これはぜひ覚えておいてください。ただこれどこまで却下判決かって結構難しい問題で、よくね、行政訴訟で却下判決が出ると門前払い判決だとか言ってね、ニュースになることもあります。これ例えばね、イメージ持っていただくためにこんな感じ。例えば北海道にある原子力発電所の裁判を沖縄の人が起こす、これ関係ないといえば却下判決になる、まあ、そういった話もあります。なんとなくイメージをつけておいてください。で、訴訟要件があると本案の審理、これ中身になります。さっきの車を売った事件だと、車を本当に売ったのか、お金払ってないのかっていうのを具体的に審理していく、この中身のことを本案と言います。で、本案の審理は2つに分かれて、 A 弁論手続き、これは事実の主張です。事実の主張というのはこれ、 A は B と車を100万円で売る売買契約を結んだことを主張した、要するにちゃんと売りましたよってことを主張する。そして証拠調べ手続き、これは事実の立証です。
A は主張した事実を立証するため契約書を提出した。で、これ民事訴訟法でやるんですけど、事実の主張と立証、証明って別物なんだって頭を作っといてください。言うのは誰でもできますよね。売買契約したんだ、主張。もう一つは立証、証明すること。この二つは区別されます。弁論手続きが事実の主張、証拠調べ手続きが、事実の立証です。でここで米印見てください。で売買契約の事実はこれね、 A さんと B さんが裁判やってるとどっちが証明しなければならないかっていうのは決まってます。実はこれ解釈で決まってるんですけど、代金を求める A が証明しなければなりません。でこのことをこれマークしておいてください。 A に立証責任があると表現します。つまりちゃんと契約したんだってことはお金を請求する A にが証明しなければならない。逆に言うと、もし A が証明できなければ A が裁判で負けます。これも民事訴訟法で詳しくやるんですけど、理由わかります？だってこれ代金請求する側が証明しないと言いがかりできちゃいますね、いくらでも。なので請求する側が証明しなさいというルールになってます。でさらにですね、米印、どの証拠を信頼して認定の資料とするか、またその証拠をどの程度信用するかについては裁判官の自由な判断に任せられています。これを自由心証主義と言います。でここも詳しくは民事訴訟法でやりますが、イメージとしてこんな感じ。例えば今売買契約書が証拠で出てきました。これは信用できるってするのか、偽造されたって判断するのか、裁判所の自由、自由に判断できる。あとはですね、どの程度信用するか、例えば契約書が出てきたけどこれは冗談で書いたんだって認定してもいいし、ちゃんと書いたんだって認定してもいい。これは裁判官が自由な判断で決められるっていうのを自由心証主義と言います。でこのあたり今ガチガチに覚えなくていいですよ。ふーんってそんなもんなんだと思ってください。なぜかというとこれね、知らないと民法とか分かんなくなるんですよ。なので最初にやってますこれ。じゃあ次、訴訟の終了です。裁判官が判決を言い渡します。あとね、和解、和解っていうのは当事者が話し合ってね解決することを言います。例えばさっき100万円請求してたけど80万円支払う、お互い譲り合って解決しよう、そういったものが和解です。そしてくどいようですけど、訴訟要件で負けたら却下です。これ覚えておいてください。本案審理、中身で負けたら請求棄却という判決になります。勝ったら請求任用。却下と請求棄却の区別はぜひつけておいてください。で上訴ですね。上訴ってのは上の裁判所に訴え出ること。不服がある場合は控訴、上告します。1回目の不服が控訴、2回目の不服が上告です。さっきあった地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3段階が原則になります。まあ、こんなもんなんだと思っておいてください。では次、刑事裁判、こっちの方がドラマとかで見るかもしれません。ケース見てください。 A は B 商店から1万円相当の品を盗んだ。で A には前科があり悪質性が高いと検察官が判断したため検察官が控訴提起をした。こんな事例を考えていきましょう。検察官ってのは刑事裁判を起こす人です。で刑事裁判を起こすことを控訴提起と言います。でせっかくね六法をお持ちの方も多いのでちょっと条文を引いておきましょう。刑法という法律を引いて235条を見つけてください。お持ちじゃない方はね聞いていただいてもいいし、まあスマートフォンとかでねインターネットで調べてもすぐ出てくると思います。刑法235条、ここにこう書いてます。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし10年以下の懲役または50万以下の罰金に処する。物を盗んだら窃盗罪、10年以下の懲役または50万以下の罰金になる。こういう条文ですよね。でこれに基づいて検察官が裁判にかけます。で括弧1、刑事訴訟とはというところをご覧ください。刑事裁判、刑事訴訟、これは
ある行為が犯罪にあたるかをどうかを判断し、犯罪にあたる行為をした者に対して刑罰を加えるための裁判、これを刑事裁判、刑事訴訟と言います。で、刑事裁判は国家、国です。国と被告人とのバトル、こういう構造になってます。で、刑事裁判で訴えられる人は被告人です。民事は被告ね、人がつきます。あと国とバトルなんですけど、国を代表するのが検察官と呼ばれるものです。ただし、国と被告人のバトルだと国が強すぎるんですね。だから被告人の方を助けるために、被告人は弱い立場にあるので弁護士をつけることができます。これを弁護人選任権と言います。弁護人を選ぶ権利です。で、5ページ目いってください。で、括弧に刑事裁判になるまでの基本的な流れです。まず警察が捜査します。さらに検察官が捜査します。で、ここは刑事訴訟法って科目で詳しくやるんですけど、警察と検察官の区別はつけておいてください。どっちもね、捜査するんですよ。でも警察っていうのはどっちかというと実力部隊、なんか人ん家に入って証拠を探したりとか、そういうのが警察官で、検察官はね、司法試験大抵受かってるんですけど、法律的な観点から補充捜査する。警察の捜査で足りないところを捜査して裁判にかけて刑事裁判になるという流れです。 あとよく逮捕って聞きますよね。で、逮捕は証拠隠滅を防ぐために被疑者の身柄を拘束するものであり、逮捕って何でやるかというと、捕まえとかないと証拠隠すから、あと逃げるから、行うためのものであり、刑事裁判の条件ではありません。逮捕しなくても刑事裁判にかけることはできます。在宅事件とよく言います。で、起訴するか否かは検察官が決めます。これ何を言ってるかというと、さっきのね、1万円の万引きをした事件で、竹山君が被疑者だとしてね、竹山君反省してるから今回は裁判にかけないでやろうとやってもいいし、いや、悪質だから裁判にしようってやってもいい。これ検察官が決めます。これを基礎便宜主義と言います。これを覚えておいてください。ただですね、基礎便宜主義があると、今度ね、検察官が起訴をしないことがありますね。あ、この人友達の検察官だから起訴しないとかあるので、不当な不起訴に対するコントロールとして、これ検察審査会というものがあります。これ何かというと、検察審査会は検察官の不起訴処分を市民が審査します。検察官が不起訴にしたっていうのを市民が審査しておかしいっていう、これが検察審査会と呼ばれるものですね。まあ、こんなものもあるんだと押さえておいてください。よろしいでしょうか。では次、6ページ目いきましょう。6ページ目は刑事訴訟の流れというものです。で、まず冒頭手続きと呼ばれるものがあります。で、これ実際刑事裁判を見ているとこういう流れになります。ちょっと見ておきましょう。で、まず人定質問っていうのがあります。人定質問っていうのは、被告人にね、人違いがないように氏名と住所と本籍と生年月日と職業を聞くような手続きです。別に今言ったこと覚えなくていいですよ。そういった手続きがあるんだってことだけ押さえていただければいいです。で、ちょっと気になる方もいるんで、これ法はこれ刑事訴訟法です。ちょっと引いておきましょうか。刑事訴訟法291条。検察官はまず起訴状を朗読しなければならないと書いてます。あれ、全然違うっていう話になってきますね。実は人定質問ってのは、この刑事訴訟規則というものに書いてるんですね。刑事訴訟規則は刑事訴訟法の後ろぐらいにあるので、刑事訴訟規則の196条というものを引いてください。刑事訴訟規則の196条はこう書いてます。まあ、今日6本持ってない人は耳で聞いていただければいいんですけど、裁判長は検察官の起訴状の朗読に先立ち、
被告人に対しその人違いでなるないことを確かめるに足りる事項を問わなければならない。ということで、住所何か、氏名何かってのを聞きます。で、その後にさっき見た291条1項で起訴状を朗読、検察官が起訴状を読み上げます。例えばこんな感じです。まあ、別にこれ書き留めなくてもいいですけど、公訴事実、被告人は平成31年1月1日、東京都千代田区霞が関1-1-1のコンビニエンスストア内においてアンパン1個を摂取したものであるとか、そういうことを読み上げるんですね。その後に権利告知、あなたには黙秘権がありますです。これが行われます。条文見ておきましょうか。刑事訴訟法291条の4項ということをご覧ください。あの丸4ってのが4項ってやつです。裁判長は起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するために必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えなければならない。で、今回この規則は引きませんけど、こういったことです。よく裁判官が言うのは、あなたには黙秘権があります。言いたくないことは言わなくてもいいし、言いたいことは喋っても構いません。ただしこの法律、この法廷で発言したことはあなたにとって有利不利を問わず証拠となりますので、気をつけて発言してくださいと裁判長が告げる。これが権利告知になります。その後罪状認否、やったかやらないかとかいう機会が与えられます。で、今ちょっと条文を引きながら見ましたけど、これからの学習ね、条文は嫌というほど引いてください。あのやっぱり条文、これがねスタートなんですね。徹底的に引いてください。わけわかんなくても引いてください。そして読んでください、条文を。それが大事になります。じゃあ次です。次は証拠調べ手続きになります。やったかどうかの証拠をこれから調べていくわけですね。刑事訴訟法の292条を引いてください。あの総合職の人もね、この流れは知っておいた方がいいので、やっていきましょう。証拠調べは291条の手続きが終わった後これを行う。ただし次節第1課に定める公判前整理手続きにおいて、争点及び証拠の整理のために行う手続きについてはこの限りでない。まあ、とにかく証拠調べは冒頭手続きの後に行うという条文になります。で、何が行われるかというと、まず冒頭陳述、法の296条を見てください。これ刑事訴訟法ですね。証拠調べの初めに検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。ただし証拠とすることができず、また証拠としてその取り調べを請求する意思のない資料に基づいて裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめる恐れのある事項を述べることはできない。これは検察官がね、これから調べる証拠で何を立証しようとしているか、これをやるのが冒頭陳述と呼ばれるものです。で、退屈になってきたと思うんで、皆様方ちょっと考えていただきたいんですよ。こんな万引き事件ってどんな証拠にあります？例えば竹山くんがコンビニでアンパンを窃盗したとして起訴されてます。でも僕こう言ってます。いや違うんですよ、僕盗んでません、何者かに勝手にカバンの中に入れられたんです。検察官は何を証拠調べすればいいでしょうか？これ想像でいいですよ。まあまずコンビニだったら防犯カメラあればそうですね、防犯カメラ映像だから冒頭陳述で言うんです。甲1号証は防犯カメラ、画像をプリントアウトしたものです。これにより被告人自らカバンにアンパンを入れたことを立証します。こんな感じで言っていくわけですね。あとはまあアンパンの袋に指紋がついてるか微妙なんですけど、そういった指紋の話とかそういうことをやっていくわけです。で、次情状に関する立証これ例えばやってるとしてどれぐらい悪いか、例えばアンパン盗んだんだけど被害弁償しましたとかですね、そういった証拠調べが行われて、最後に被告人にいろいろ質問する。で、これが終わると証拠調べ手続きが終わります。
で弁論手続きで、これは法律の話になります。で検察官の論告求刑、これ検察官がなぜ被告人が罪を犯したと言えるのかっていうのを述べて、どれぐらいの刑罰がふさわしいかって意見を述べます。一方弁護人は、例えば無罪を争っている事件ならなぜ無罪かを述べて、さらに、有罪でもどれぐらいの刑が望ましいかを言います。最後に被告人の最終陳述、被告人に最後に、意見を述べる機会を与えて弁論終結、裁判が終わります。で裁判終わると判決宣告になります。でこれ合理的な疑いを超える程度の証明を検察官がしなければ有罪にできません。逆に言うと、これ覚えておいてください、立証責任は常に検察官にあります。あの刑事裁判は人を処罰するって重大なものだし、かつ国家の方が強いので、検察官が立証しない限りは有罪にならないとされています。これを疑わしきや罰せずとも言います。この疑わしきや罰せず、これね、別名利益原則とも言うんですけど、これちょっと解説しておきますね。利益原則、なんで利益原則かというと、疑わしきや罰せずのことを、疑わしきは被告人の利益にって言ったりするから、疑わしきは被告人の利益に、でこれなんですけど、簡単に言うとね、こう犯罪をやったかどうかって3つに分けられるとします。黒、絶対やった。白、絶対やってない。黒が有罪で白が無罪なのはそりゃそうです。真ん中のグレーありますよね。グレーも無罪になります。やったかやってないか分からないってことは、疑わしきや被告人の利益にということで、このグレーと白が無罪です。このことを利益原則と言います。さらに有罪無罪以外の細かいことも、疑わしきや被告人の利益です。でここら辺は実はですね、刑法とも絡むので、ぜひ覚えておいてください。あの有罪か無罪にも適用あるんですけど、こういう場合もありますよ。例えば竹山くんがアンパンを盗んだことは確実なんですよ。窃盗罪は成立する。でも1万個盗んだのか1個盗んだのか分からない。この場合は有利な方だから1個になります。いや犯罪やったことに変わりないんですけど、刑罰の重さは違いますよね、被害額によって。そういった場合も疑わしきや被告人の利益になります。これ刑法でね使いますので覚えておいてください。じゃ続き、米印です。自由心証主義は刑事裁判でも採用されています。まあ、これふーんと思っておいてください。で不服があれば上訴、場合によっては上訴になります。じゃあここまでが刑事訴訟の話です。で次7ページ目、4、行政処分と行政訴訟という話に行きます。これは行政法って分野でやることです。でこれ運転免許取られた方はよく、これ教習所でされる話なんですけど、こんな話を見ていきます。ケース A はよそ見をして運転していたので B を車で跳ね怪我を負わせた、交通事故ですね。でこれ A は B から当然ね、被害者から損害賠償を求められます。これ民事裁判ですね。あと A は自動車運転過失致傷罪で起訴された、これ刑事裁判ですね。問題はこれ、 A は運転免許の停止処分を受けた、これが行政処分ってやつです。米印見てください。行政処分は行政が法律の規定に基づいて国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分を言います。ここでね、せっかくなんでもうちょっと深めておきましょう。これなんですけど、行政処分っていうのは公安委員会が今回行いますけど、
公安委員会が A に免許停止処分をします。で、免許停止処分を受けた A はどうなるかというと、運転してはならない義務を負いますよね。運転できなくなる。で、ここでね、法律の世界なのでもうちょっと細かく考えていきますよ。これ A さんって運転免許停止処分に同意してるんですか？いや、してる場合もあるかもしれないけど、普通しないですよね。行政が一方的にやってますよね。行政法のポイントそれなんですよ。これは一方的にやります。一方的に義務とか権利制限したり、一方的に義務を課す、これが行政処分の特徴です。で、何が行政処分の特徴だって思ってるから、これね、民法の世界と比較すると分かりやすいですよ。で、民法の世界って言ってもね、もうやった知識です。A さんと B さんが車買いました。 A さんが買い主です。 B さんが売り主です。売り主は買い主に対し代金請求できますよね。当然車を売った人は買った人にお金払っている。これ言い換えると A さんはお金を払う義務があるわけです。支払う義務。で、 A さんはお金を支払う義務があるんです。これって A と B で話し合って契約したんですね。これは当然 A の同意があるわけです。契約で発生。A の同意あり。ということになります。で、これね、めちゃくちゃ大事な話なんで、頭の片隅に入れといてください。これ知ってると行政法を理解進みます。つまり、民法の世界は、なんで義務が発生するの？同意があるから。契約をしたから。そういう世界です。お互い契約したから当然支払う。それが民法の世界。一方で行政法の世界っていうのは同意なんかありません。一方的に義務を課します。でもちょっと考えてください。一方的に義務課されるのっておかしくないですか？同意があれば義務課されるのは当然です。そこで一方的に義務を課すんだけど、必ずこれは法律が必要なんですよ。法律の根拠があるから一方的に義務を課せるよ。これが行政法の世界になります。これなんとなくでいいんで知っといてください。ということで、行政法の世界は権利義務は法律の根拠から一方的にやられる。民法の世界は同意があって権利とか義務とかが生まれる。こんな違いがあるんだって押さえておいてください。ただですね、一方でこの行政法と民法の世界一つ共通点があります。それは何かというと、両方とも権利や義務の話だ。そこの共通点があるから戻りますよ。2ページ目戻ってください。2ページ目戻って、ここまた行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、広い意味で民事事件に含まれる。これは両方とも権利とか義務の話だから
広い意味で民事事件、そういう共通点があるから行政事件は民事事件なんです。ああそういうもんなんだと押さえておいてください。よろしいでしょうか。ということでここまでで民事裁判、刑事裁判、行政裁判の基礎を見てなんとなく法律の概要をやってきました。でここから8ページからはちょっと難しいんですよ。ここから法哲学の基礎っていう分野なんです。必ずしもね司法試験とか総合職に直結しないんだけど、これから法律を学ぶにあたって常識として知っておかなければいけないことが8ページ目から書いてます。で法哲学ですよ。哲学って書いてるから難しい話もあります。なのでざっくりとした理解に努めておいてください。じゃあ8ページ目セクション3、大陸法と英米法という話にいきます。でここはたまに憲法の担当試験で出る、そんなところです。でこれ世界レベルで見ると近代的な法は大陸法と英米法という2つの法系に分かれます。もちろん他の法もありますよ。イスラム法とか現代でもありますけど、基本的にはヨーロッパ由来の法は大陸法と英米法という2つのジャンルに分けられるんだ。で最初に言います、日本はほとんど大陸法です。英米法の色合いも若干ありますけど大陸法だと思ってください。で大陸法、大陸法はローマ法とゲルマン法の融合によってできたと言える法系である。何言ってんでしょうね。はい、法律学ってざっくりイメージが大事なんですけど、大陸法の大陸はヨーロッパ大陸、もっと言うとドイツとフランスだと思ってください。最初はドイツフランスの話で、日本っていうのはドイツの民法とか輸入して民法とか作ったものだから、あとフランスも輸入してるんだけど大陸法です。でこの法系に属する国は多いで、一般にこれマークしましょう、成文法主義を採用してます。大陸法は成文法主義です。成文法主義って何かというと、法律が全部法律の条文の形になってる、文章の形になってるってことです。でここでえって思った人いらっしゃると思います。法律って文章の形になってるのが当たり前じゃないかと思った方、それは皆様方が大陸法の世界に生きてるからです。当たり前なんですよ。おかしいじゃないですか、だって文章の形になってないと。だから成文法主義、絶対文章の形になってるんだ。一方で英米法っていうのは、これまさに A、 イギリスアメリカですね。英米法はゲルマン法、アングロサクソン法を起源とする法系で、アングロサクソン諸国で採用しています。でこの英米法は判例法主義、これマークしておいてください。判例法主義というものを採用しています。判例法主義って何かというと、今はねイギリスでもアメリカでも部分的に法律ありますよ。成文の文章になっている法律あるんですけど、基本的に法律、文書の法律がないです。じゃあ英米法の世界どうなるかっていうと、英米法の世界、事件があるんですよ。事件が発生するかとどうなるかっていうと、これ法律がないんです。成文がないんですよ。そうなるとこれね、過去の判例を探していくんです。過去の判例がいっぱいあって、これいっぱいある中のこの判例が似ているとして、似ているものを見つけて適用する、これが英米法の世界ということになります。あ、この事件にはこの過去の判例のこれが似てるから、これを見つけて適用しましょう。これが英米法の世界。わけわかんないと思ってる方、逆にそれが理解のポイントです。大陸法の世界にいるとなかなかイメージがつきません。でですね、英米法の世界ではこの裁判のことを、これ似ているものを見つけて適用しますよね。
だからこれ法を発見するなんて言ったりします。法は発見するものだ。で、ここでわけわかんないってイメージの他にこういうことを思った人もいるかもしれない。これだと裁判官がなんか好きにできそうじゃないですか。なんとなく裁判官がこの結論にしたいからこの事例を引っ張る、できます。なので英米法の人たちは、あ、失礼しました、大陸法の人たちはこの英米法の世界をラフジャスティスと言って批判したりします。ラフっていうのは乱暴なってことね。乱暴な正義だと批判したりします。しかしながら、あ、これね、分かりやすくするためにあえてステレオタイプにして言ってますよ。極端にして言ってますよ。でも大陸法の人たちは英米法の世界をラフジャスティスを批判するんですけど、英米法の世界の人たちはそれでいいと思ってる。なぜかというと英米法の世界の人たちは裁判も民主主義なんです。民衆がいいと言えばいいんです。これに対して英米法の世界っていうのは裁判も民主主義だから陪審員なんかあるんですね。アメリカの裁判ではみんながいいと言えばいい、そういう発想なんですよ。じゃあ裁判って何かというと、法律作る人たちと違う人が裁判をするからいいんだ、人を分けるってだけなんだ、そういうイメージです。これが英米法の世界になります。極端なこと言うとね。一方大陸法の世界は違うんですよ。大陸法の世界っていうのは事件があると今まで裁判散々見てきた法律があって、この法律を事件に適用して解決をする、これ成文法です。これはどちらかというと法の解釈です。極端なこと言うとその法律の文言を研究して適用するってことだから、どっちかというと専門職の話になります。なので大陸法の世界は職業裁判官、これ日本の裁判官ですよ、まさに職業裁判官制度が発達するわけです。大陸法の世界でどっちかというと裁判は民主主義という話ではなくて、国会が作った法律をちゃんと適用していく、そういうイメージになります。日本も大陸法です。よろしいでしょうか。じゃあレジュメに戻りますけど、大陸法と英米法の比較という法を見てください。大陸法は先ほど述べた通り代表国ドイツフランスです。法制度は成文法主義、遠隔はローマ法を継承で、これもね、ローマ法なんか、ガチガチ覚えなくていいですよ。ローマ法ってのはどっちかというとその、ね、ローマ帝国時代だけど大陸ですよね。あれヨーロッパ大陸の話ですね。だから当たり前。英米法ってのはイギリス、アメリカで判例法主義で、コモンローっていうものから発展しました。これイギリスにあったものだと思ってください。そういうものがあったんだ程度でいいです。で、次の黒ポチは読んで理解すればいいです。大陸法系の諸国では抽象的な原則を樹立した上でそれを具体的事実に演繹的に適用するという手法が用いられる。キーワードでポイントはこの演繹的、これ何かというと数学苦手な人昔いたかもしれないけど、数学って
例えば公式があって、それを問題に当てはめて解きますね。大陸法の発想も一緒なんですよ。法律が公式だと思ってください。抽象的な公式があって、それを具体的な問題に適用して答えを出す。そういった発想を演繹的と言います。抽象的な原則を樹立、これが抽象的な法律だったり、さっき出たなんか処分権主義とかもありましたね。そういったものを生み出して事実に演繹的に適用する、当てはめるという手法が用いられます。この訓練をこれから散々やります。一方で英米法の諸国は、ある事件が起こると、その先例となる事件を探し、そこから機能的にその事件に適用すべき法原理を見出すという手法が用いられる。まあ、さっきみたいに過去の判例からね、似たようなものを引っ張り出して適用する、そういった発想です。理解さえすればいいです。で、米印見てください。で、日本は民法、刑法などをはじめとして、基本的には大陸法系に属します。民法や刑法はドイツ、由来です。民法はドイツ、フランス、刑法はドイツ由来です。ただし、憲法刑事訴訟法等は、これね、成文法、ちゃんと文書の形の法律なんだけど、アメリカ法の影響を大きく受けてます。これなぜかというと、憲法や刑事訴訟法は戦後にできた法律です。アメリカに一回占領されましたよね、日本は。だからアメリカ法の影響が大きい、ということになります。ということで、この大陸法と英米法は実はですね、次の法の支配と法治主義を理解していただくための前振りです。これは憲法の担当によく出る話です。すみません、憲法プレ講義ってね、もうなくなっちゃったので、これは無視してください。憲法の講義につながります。で、国民の権利自由を権力から守るための2つの考え方があるんですね。1つは法治主義です。法治主義は行政権に対する不信から生まれたもの。行政権を議会が作った法律で縛ることが目的で、法の支配、これもあります、は行政権と立法権に対する不信から生まれたもの。行政権と立法権、時には司法権をも自然法、憲法によって縛ることが目的。何言ってんでしょうね。で、要するに法治主義と法の支配って2つの考え方をこれからやっていくわけです。で、9ページ目見てください。まず法の支配いきましょう。法の支配は英米法です。これ、法の支配は支配権力は法のもとに置かれ、その定めに従って行使されなければならないという原理、イギリス起源です。でね、私これ憲法最初にやった時にどうしても理解できなかったんです。なぜ理解できなかったか、その理由は一つ。この法は、書いといてください。この法は、なっと法律です。何言ってんでしょうね。これ、言葉の定義をしましょう。法律っていうのは国会が作ったルールです。でも、ルールっていうのはいろんなルールありますね。わかんないよっていう方は、さっきだってルール2つありましたね。法律と憲法ってありましたね。ルールっていろんなものがあるんですよ。まずそこからスタートしましょう。で、この法の支配は何を言ってるかというと、ちょっと図を描きますね。で、ちょっと上を開けてください。上を開けて書いておいてください。日本は三権分立っていうのを取ってますね。国会、内閣、裁判所なんですけど、国会を抽象化すると議会と言います。議会は立法権を持っています。法律を作ります。で、日本でいう議会は国会です。抽象化すると議会と言います。で、あと行政権をやるのを政府と言います。政府が行政権を持っています。で、裁判所が司法権を持っています。で、この立法権を持つ議会と政府、行政権を持つ政府と裁判所、
司法権を持つ裁判所がバランスよくお互いに抑制均衡し合っているのを三権分立と言いました。これ習ったことある人もいると思います。で、議会が作るのが法律です。でもこの法の支配というのはこの法律の上にさらに上位の法、正しい法っていうのがあると考えるんですよ。ここに正しい法で、この正しい法が法律も縛るし、政府行政権も縛るし、裁判所も縛る、全部縛るっていうのを法の支配と言います。議会が作る法律よりも上の法律があるんだ、そういった発想なんですね、法の支配。で、この正しい法のことを自然法と言ったりします。ただちょっと理解のために言うと、正確には自然法なんですけど、これね、正しい法をとりあえず憲法で置き換えて理解してもそんなに間違いじゃありません。要するに法律、議会が作った法律の上に憲法があるんだ、その憲法が全部支配してるんだ、これが法の支配になります。いいでしょうか。これ英米法起源です。じゃあこれを踏まえていただいた上で9ページの一番上もう一回見てください。法の支配とは、支配権力は法のもと、これはナット法律で上位の正しい法のもとに置かれ、その定めに従って行使されなければならないという原理でイギリス起源です。で、支配権力っていうのは三権分立の三権、ここに書いてる法律を作る立法権、法律を執行する行政権、裁判を行う司法権、この3つともが正しい法の下にあるんだ、これが法の支配です。で、法の支配の特徴は、国民の権利自由の保護を重視する視点に立っていることで、これマークしましょう。法の実質的な内容に関心が強いこと、これ何言ってるかというと、この正しい法、自然法なんて当然文章になってないですよ。ここ英米法の世界ではそもそも抽象的ですね。なので、これらは文章の形になってないということは、実質的に考えていくということです。さらに、英米法の特徴、これ。法を発見する裁判所が法の担い手として重視されるという特徴があります。ここ理解できれば、かなりこの理解が進みます。これ、裁判所がなんで担い手として重視されるんでしょうか。これね、私の感想で言えば、これずるいんですよ。これね、建前は正しい法が議会も政府も裁判所も縛りますよって言ってます。でも結局何が正しい法かって決めるのどれですか。結局何が正しい法かっていうのは裁判になって初めて決まるわけですね。ということは何言ってるんですか。これ裁判所が結局決めるだけじゃないですかってことなんですよ。これ実はこれ建前で正しい法を決めるのはこれ裁判所が実質的に決めていることになります。ということで裁判所が法の担い手として重視されるという表現をしているんですね。で、今から言う話は脱線ですけど、理解が深まる人は聞いておいてください。イギリスって面白い国で、裁判官の上級の裁判官っていうのは10年前まで貴族院の議員がやってたんですよ。なぜかというと、これなんだかんだ言って裁判所が正しい法を決めるってことは法律の上の法を作ってるから、
国会議員みたいな人が作ってたんですね。今はもうシステム変わりましたけど、まあそういったシステムなんだ、そういう話です。で、混乱した人もいるかもしれないけど、なんとなくイメージつけておいてください。3つの権力の上に正しい方があるけど、なんだかんだ言って裁判所が決めてるんだ。そのイメージで結構です。ただこれいいところもあって、法制定権力に足る立法権に対する抑制原理としても重要な意義を持っている。これどういうことかというと、議会が作った法律っていうのは本来民主主義の下では一番正しいはずですよね。みんなが選んだ国会議員が作った法律だから。でも国会議員が作った法律ですら正しくない場合があるっていうのを認めている、そういう話になります。いいでしょうか。じゃあ次、括弧に形式的法治主義いきましょう。形式的法治主義とは、行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め、これらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理。19世紀のドイツ起源。これはね、難しくないです。形式的法治主義というのはこういうものです。別にこれは上を開けなくても結構です。議会があって、この議会が法律を作ります。政府があって、裁判所があります。形式的法治主義というのは簡単で、民主主義なんですよ。民主主義の原理から言うと、これ議会が最高ですね。だからこの法律が最高で、これ以上ありえないんです。だからこの議会が作った法律で政府や裁判所を縛る、立法権が行政権や司法権を縛るっていうところが形式的法治主義になります。行政権、司法権です。じゃあこれは立法権が最強ですよね。立法権、最強の立法権が行政権と司法権を縛る。一方、さっきの法の支配は一応三権は対等なんだけど、どちらかというと裁判所、司法権が強い、そういったイメージです。じゃあ続きいきましょう。で、形式的法治主義の続き、個人の権利や自由を国家権力の乱用から守ることを目的としている。で、国権の最高機関の地位は議会にあります。で、括弧3、法治主義と法の支配の比較を見ましょう。形式的法治主義っていうのは、行政権と司法権を議会の定める法律のもとに置き、行政権と司法権の行使は法律に基づかなければならないとする考え。これ法の支配の法と法律がきっちり使い分けられているのを注意してください。これは議会が作った法律という意味です。で、法治主義は大陸法の概念です。大陸起源、19世紀頃から。議会が最高機関、これマークしましょう。で、行政権と司法権がこれに服従をします。で、一方で法の支配、支配権力、立法権、行政権、司法権はすべて法、これは法律ではない、法律の上位の法、正しい法のもとに置かれ、自然法って言い換えてもいい、法のに従って行使されなければならないという考え方で、イギリス起源です。17世紀中頃から採用されました。で、これ立法権、行政権、司法権すべてに対する抑制原理で、法の実質的内容に関心があるんだけれども、ニュアンスとしてやっぱり司法権が重視される。これは押さえておいてください。法の支配は司法権重視です。で、ここはね、ぜひ憲法の理解にも関わるので、もう少し深めておきます。なんでこんな
違いが生まれたんでしょう。英米法とタリフ法、これね歴史的な経緯なんです。イギリスでは伝統的に裁判所に対する信頼が強いんです。なぜかというと、いろんな貴族の争いとかがあったんですけど、議会がめちゃくちゃな法律を作った時に裁判所が助けてくれた、そういった歴史があるんですね。でもうちょっと民衆の側に即して言うと、イギリスっていうのは18世紀はものすごい死刑適用犯罪が多かったんです。ハンカチ1枚盗んだだけで死刑になると言われてたんですけど、それを裁判所が巧みな法解釈で解放していた。そういった歴史もあって裁判所の信頼が強いんですね。一方で形式的法治主義、フランス、フランス革命って民主主義を勝ち取った素晴らしい革命って思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、一方で大変血生臭い、いろんな人をギロチンに送っていた革命でもありました。だから裁判所はあんま信頼されてないんですよ。だから議会の作った法律で裁判所を縛った方がいいんだ、そういう発想があるんですね。なので裁判所を重視する法の支配、一方で議会を重視する形式的法治主義というのは生まれました。これ歴史から見た話です。ただですね、これ形式的法治主義って言いますけど、これの欠点がありまして、これだと議会が暴走します。で憲法の教科書に書いてるのはナチスドイツですね、ヒトラーのナチス政権はあれは合法的に成立しました。民主主義で成立したんだけど、民主主義は暴走するって分かったので、現在は実質的法治主義が取られています。で実質的法治主義が法の支配に似てます。憲法が上にあって議会、政府、裁判所、これ全てが憲法に縛られるという実質的法治主義に今は変化しています。形式的法治主義だと議会が暴走してしまうので、今のドイツとかフランスは実質的法治主義に移行します。憲法ってものが議会の法律の上にあって、議会も政府も裁判所も憲法に縛られるんだという話です。よろしいでしょうか。で9ページの下から3行目ですけど、結局どちらも国民の権利自由を保護するという目的は同じで、現在のドイツやフランスでは議会も憲法で縛られるという実質的法治主義の考え方が採用されています。で法の支配と形式的法治主義の違いはきっちり理解しておいてください。あと法治主義って言ったときは大抵形式的法治主義の方を指します。あとですね、法の支配と実質的法治主義何が違うんだって気になる方もいらっしゃると思いますけど、それはそれは難しい議論があるので、気になる方は個別に質問してください。そこまで試験との関係では覚えなくていいです。似てるんだなぐらいで結構です。ということで、ここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。レジュメの10ページ目ご覧ください。セクション4、裁判の基準という話です。でさっきみたいな英米法みたいなスケールの大きい話ではないんですが、裁判官が裁判をする際によるべき基準、当然法律なんですけど、法律だけではないという話です。法律以外もいろいろ使って判断をするんだ。でここで法源という言葉があります。これ法源と呼びます。でこのあたりはざっくり押さえてください。あんまりねきっちり押さえると大変です、最初から。でこの法源っていうのは、裁判官が裁判をする際によるべき基準のことを言います。でとりあえず制度上の法源と自律上の法源ってものがあるんだな、ふーんと思っておいてください。で制度上の法源、これ何かというと、
裁判官が制度的に従うべきもので、逆に言うとこれ従わなければならない、そういうニュアンスがあります。成文法、当たり前ですよね、文書の形になっている法律や慣習法、こんなのもあるんですが、これに当たる。一方、事実上の法源、これは裁判官が事実上従っているもので、判例や条理がこれに当たる。何言ってんでしょうね。でどんどん進みましょう。2、成文法、これ制定法とも言います。括弧1、成文法とは、あ、今やってるのは日本の法律の話です。なのでもう成文法の国っていうことが前提ですね。成文法括弧制定法とは、公的機関によって制定され、文書の形に表現された法律を言います。だから日本の法律は成文法です。で、対義語として不文法ってありますけど、日本では不文法はありません。そしてこれ大事なんですけど、上位の法規に抵触する下位の法規は効力を持たない。さっきやったのが憲法が上で法律が下、法律が、憲法が矛盾すると法律が無効になるという話です。これがいろいろありまして、このことを成文法の段階構造と言ったりします。で、この段階構造はぜひ常識として知っておいてください。括弧に法令の種類、これいろいろあるんですけど、法律ってのは何かというと議会、日本でいう国会が制定した法規範、ルールのことを法律と言います。誰が作ったかが大事です。国会が作ったルールが法律です。一方で政令ってのは内閣です。政令は内閣が制定した法規範を言います。内閣ってのは内閣総理大臣といろんな大臣の集まりを内閣と言います。で、これどういうことかっていうと、日本は当然ね、国民が従うべきルールっていうのは国会が決めるんですけど、細かいことまで国会議員決めてられないんですよ。そんな暇じゃないですよね。だから細かいことは内閣が決めたりする、あるいは大臣が決めたりするんですね。その内閣が決めるルールを政令、さらにもっと細かいことは省令、これは各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範です。で、なかなかイメージは湧かないと思うので1個例出しましょう。これ書かなくていいですよ別に。世の中に、訪問販売ってありますね。ピンポンって言って何か売ってくるやつ、あと通信販売とかいろいろありますよね。そういったものを規制する法律として、特定商取引法っていうのがあります。特定商取引法、クーリングオフとか聞いたことあるかもしれませんけど、こんな法律があります。でも例えばね、特定商取引法でじゃあ、通信販売する場合には契約書が必要だって書いてても、例えばね、契約書の文字の大きさは何ポイント以上じゃなきゃいけないとか、細かいことって国会議員決めてらんないですよね。それは各省の大臣とかが定めた方がいいので、細かいことは例えば特定商取引法、取引令とか特定商取引施行令っていうものに細かいことは回すんです。大まかなことを法律で決めて、細かいことは、取引令とか施行令に回す。で、これ憲法でやるんですけど、このことを委任立法と言います。今はこの細かいことは、政令や省令に回すんだなってことを覚えておいてください。さらに気をつけなきゃいけないのは、ちょっと早いですかね、細かいことは政令や省令に回すんだな。で、さらにちょっと細かったことに、政令って省令って概念なんですよ。法律にね、ちゃんとこれ施行令って書いてて、省令とか政令って書いてないですね。でもこれ省令だったりするんですね。なので政令省令は概念なんだということは知っておいてください。いいでしょうか。で、レジュメに戻り出して、
この聖霊と聖霊をまとめて命霊という概念になります。聖霊と聖霊をまとめたのが命霊。聖霊は内閣、聖霊というのは各省の大臣、大臣みんなの集まりで決めた聖霊と一人の大臣が決めた聖霊、そういう、関係になってます。で、命令が聖霊足す聖霊で、特徴としては命令っていうのは行政権が決めてますね。これ書いておいてください。命令っていうのは行政権が決めてるルールなんだということです。行政権が決めてるルール。行政権が決めたルールが命令です。そして最後に法令という概念、これは法律と命令を合わせた、つまり法律と政令と省令を合わせたと言ってもいい。これを法令と言います。難しいですけど、法律、これは国会が作った、命令は行政権が作ったルールで、国民が従わなきゃいけないのは法律も命令も同じだから法令と言います。だから法令を守りましょうみたいに言ったりするわけです。細かいですけど、これぜひ知っておいてください。じゃあ用語をまとめたんで、成分法の段階構造、どれが上かっていきます。まず日本では憲法が一番上、次が法律、その次が命令、最後に条例となります。条例ってのは一番下に書いている通り、条例とは地方公共団体の議会が定めた法規範、規範というのはルールですね。東京都で条例定めることがあります。それを条例と言います。で、地方より国の方が上なので、条例が一番下です。憲法、法律、命令、条例、この順番ぜひ覚えておいてください。そしてあとね、政令と省令だったら当然政令の方が上、内閣みんなで決めたことの方が一人で大臣で決めたものより上。あとこれ憲法で詳しくありますけど、条約、国家間の約束は憲法よりは下になります。これ憲法優位説と言います。このあたりはぜひね、もう今の段階から押さえちゃってください。この話を常識にして憲法とか行政法の話に、やってきます。では11ページ目いきましょう。次、慣習法という概念があります。で、慣習法とは慣習のうち法としての効力を認められるものを言います。あくまで慣習ってのはみんなが今までやってきたことですね。で、その中でみんながあまりにやりすぎてたので、もう法律扱いをするものがあります。で、これは不文法ですけど一応認められてます。で、なかなか慣習法の例ってないんですけど、日本でよく言われるのはこれ、例、閣議、内閣の会議の議事は全閣僚一致で決定される。内閣はこれ多数決じゃないんですね。全員一致じゃないと内閣の物事は決められないんです。で、これね、条文に書いてない、内閣法って法律にも一言も書いてないけど、こういうルールで動いてるから、これは慣習法と呼ばれます。ただですね、普通に考えて慣習法ってやたらめったら使われると困りますよね。日本は成文法の国だから、この黒ポチ、慣習法は成文法に対する補助的な存在です。これ成文法の優位、これマークしてください。当然成文法の方が偉いということになります。ただし、小慣習は民法に優先する。小法1条2項を見てください。商法というのは商売絡みの法律ですけど、この商法1条2項というものがあります。商事に関し、この法律に定めがない事項については小慣習に従い、小慣習がないときは民法の定めるところによる。これどういうことかというと、あくまで商売絡みだけですけど、商法が一番上です。これ成文法、商慣習、民法ということになります。で、
民法成文法、小慣習不文法、小法は成文法ということになります。で、商法っていうのはすぐ後で出てきますけど、商売絡みにだけ適用される法律です。これ何言ってるかというと、商売絡みの場合は商法が一番適用されるんだけど、民法よりも小慣習の方を先に適用しましょう。まあ、商売人だけのね、慣習っていうのはやっぱり重視した方がいいので、こういう順番になっています。いいでしょうか。で、次の黒ポチ、ここはね、今難しいんで飛ばしてください。これ学習進んでからじゃないとちょっとわからないので、ここはとりあえず無視でいいです。あの、法律学っていうのはある程度進まないとわかんない点があるので、ちょっとぐらいわかんないとこあったらどんどん進んでください。先に行った方が理解が進みます。次は判例という話いきます。で、判例とは抗議には裁判例、判決例の子というか、この抗議の裁判例というのは要するに裁判所が出した判決は全て入りますよって話、判決文全体という意味です。でも狭い意味、協議では判決の結論を導く法的理由付け、判決理由を言います。この判決理由をマークしてください。これね、私のガイダンスに出ていただいた方は全部露説のお話をしましたけど、民法1条を見てください。あ、失礼しました、民法3条です。今民法3条1項はこう書いてます。試験の共有は出生に始まるって書いてますね。でもこの出生っていつか民法3条1項とはいつか、こういう問題があるわけです。あ、ちなみに今日最初だから言っておきますけど、民法の条文を引用するときは正確には3条1項って書くのが正確なんですけど、略字で3条の3はこのアラビア数字で書いて、1項の1をローマ数字で書くことがあります。これ正式な答案とかには使わないんですけど、別にノートとかではこういうのを使って大丈夫です。で、出生とはいつかで、通説判例は全部露出説、胎児がお母さんのお腹の中から全部出てきたときが出生なんだよとします。でもこれ全部露出説を取るためには理由付けが必要ですね。 なぜ全部露出説を取るか、この理由付けの部分を判決理由と言います。ただ判決理由というのは結論を導くためなので、この全部露出説を取ったというのもこれ判決理由です。だからここも含みます、結論も含みます。だから結論を導く法的理由付けを判決理由というんですけど、イメージとしては法解釈で争いがある点の結論と理由、これが判例だって思っていただいても構いません。実際そうです。で、さらに狭いに、再協議には最高裁の判決理由だけを言います。で、判例って言い方、これね、結構ね、いろんな難しいんですけど、協議の判例これは判決理由って意味ですね。
まあ、2つに分かれて、裁判例という言い方と、再協議の判例。に分かれます。で、再協議の判例っていった場合は、これ最高裁のもの。で、裁判例っていった場合には、最高裁以外の裁判所、下級審になります。最高裁以外の裁判所を下級審と言いますけど、下級審のものになります。で、一般に、まあ、どっちも判例っていう使うんですけど、最高裁のものだけを判例っていう場合が多いので、この区別はぜひ覚えておいてください。じゃあ、判例っていうのは制度上の方言かって話をしましょう。これ言い換えると、裁判官は判例に従わなければならないのか。判例っていうのは過去の判例ですね。で、これなんですけど、次の黒ポチ見てください。成文法主義を取る我が国では判例は制度上の方言ではない。過去の判例に絶対従わなきゃいけないのは英米法の世界ですよね。大陸法は違うから、制度上の方言ではない。裁判官は従わなくていいんですよ。ただし、判例変更をするのは簡単ではないので、判例は事実上の方言として、現実には強い拘束力を有するということになってます。全くわけわかんないですね。で、法律の世界ってこういうね、ちょっと玉虫色い的な表現が多く出てきます。でも、この微妙なニュアンスが大事だったりしますんです。ちょっとやっていきましょう。これ何言ってるかというと、裁判官は判例に従う義務はありません。まずここからスタートです。でもね、裁判官が上の裁判所の判例に従わないと、大抵ね、上の裁判所に行かれちゃうんですよ。例えば、しかし裁判官が上級の裁判所の判例に従わないと、上訴されてしまう可能性が高い。これ要するに、上の裁判所の判例に逆らうと、それだけで判例違反って言って、上訴、上の裁判所に行かれてしまうわけですね。で、例えばちょっと一例を挙げましょう。これいろんな法律に散らばってるんですけど、刑訴の405条2号。これも最初だからやっておきますけど、正式に書くと405条2号ですけど、号っていうのは項より細かいやつね。号っていうのはこの丸2度から書きます。略字でね。略字は答案には使えないけど、板書とかで使います。で、刑事訴訟法405条を引いてください。
405条、高等裁判所がした第1審または第2審の判決に対しては差の自由があることを理由として上告の申し立てをすることができる。2号、最高裁判所の判例と相反する判断をしたとき、最高裁の判例と違う判断をしたら最高裁に行かれてしまう。ということは裁判官もなかなか判例にと反する判断しないですよね。よほどの覚悟がないと判例に反する判断はしない。裁判官は よほどの覚悟がないと判例に反する。判決をしない。だから事実上の強い拘束力がある。制度上の方言ではない、従う義務はないということです。でも事実としては実際上は強い拘束力がある、こういうことになります。ぜひ知っておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。次、条理です。この条理っていうのは具体的な事件についてその事案に即した妥当な解決を考える際のルールで、社会通念とも言います。これも不文法です。で、これ一番有名な条理がこれ警察比例原則、あるいは単に比例原則と言います。この言葉もね、行政法とか憲法でたくさん出てくるので覚えておいてください。権利自由の制約は社会公共の除害障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないという原則。何言ってるかというと、一言で言うとやりすぎはダメってことです。よく法律の格言ではスズメを撃つのに大砲を使ってはならないと表現されます。何言ってるかというと、例えば竹山君がね、犯人で警察官から逃げてる時に警察官を逮捕するためにいきなり射殺したらダメですよね。これやりすぎだからってことです。やりすぎはダメだよってことを比例原則と言います。これぜひ覚えておいてください。で、民事事件においては条理は方言になります。それに対して刑事事件においては罪刑法定主義の観点から条理が直接の方言となることはない。罪刑法定主義って何かというと、その字のその通り、犯罪と刑罰は法律で定めなければならない。これ憲法でやりますけど、こういう原則があるんですね。この原則の観点から刑事事件では条理は直接の方言にはなりません。民事では使えるけど刑事では使えない、そんなイメージです。今ざっくりしたイメージで、結構です。ということで方言の話終わりました。次は12ページでセクション5、法の分類です。で、公法、私法、社会法です。法の分類の仕方は何通りかあって、今回は2通り学びます。どっちが正しいとかではないです。分類方法が複数あるんだと思ってください。まずは公法、私法、二分法。世の中の法律を2つに分ける方法があります。公法、私法、二分法とは法律を公法、私法の2つに分ける分類方法を言います。で、これ最初にやりましたね。公法っていうのは国および公共団体、東京都みたいなものも入りますと、私人の関係を規制する法のことを言います。国と普通の人の関係の法律を公法と言います。国家権力が直接国民に介入するような法を言います。で、さ、一番最初に見たのが憲法ですよね。国と私人の関係だから公法。あと行政法も国と私人の関係だから公法。刑法も国が、私人を処罰するから公法。民事訴訟法、刑事訴訟法。で、一方、私法とは私人間の関係を規制する法のことを言う。民法が代表例です。あと商法は商売絡みの法律ですけど、これ民法に似てるので私法になります。で、ここでね、気をつけなきゃいけないのが、民法ってのは私法なんですよ。 A さん B さんでお金の話をしてるから。でも民事裁判をやる民事訴訟法はなぜか公法になってます。これ注意してください。
なんで民事裁判は民法の関係があるのに公法なのか。これは簡単で、民事訴訟法って裁判の法律です。民事訴訟の法律です。裁判所は国の機関だから、国とこれ私人の関係だから公法になります。これちょっと引っかかりやすいので、意識して覚えておいてください。しかし、公法と司法の2つで割り切れない法律も出てきました。例、労働法です。労働法って法律はね、概念であって、労働基準法とかいろんな法律の集まりなんですね。でも労働関係の法律っていろいろありますよね。今条文覚えなくていいんだけど、例えば1日8時間労働だよとか、そういうのは聞いたことあると思います。8時間労働以上しちゃった場合はお金請求できます。これどっちかというとお金の話なんで、司法ですよね。でも例えば国から刑罰を受けたりする使用者が、これ公法の話なんですよ。いろんなものが複合的に交わっているのが労働法なんですね。労働法は伝統的には司法とされてきたが、公法的側面があることも否定できない。行政から刑罰を受けたりする。そこで公法司法の間の社会法っていうのを認める三分法が提唱されました。括弧2番見てください。公法司法社会法による三分法。公法司法社会法による三分法とは、法律を公法、司法、社会法の3つに分ける分類方法です。公法と司法の定義はさっきと同じです。で、社会法とは福祉国家思想に基づき、所有権の絶対性や契約締結自由の原則などを基本原理とする市民法を修正する法のことを言う。あんまりこの定義深く覚えなくていいです。なんか司法と公法で割り切れないのが社会法だというイメージをつけてください。例えばさっき言った労働法、あとね、独占禁止法、これカルテル、トラスト、コンツェルンがダメだよっていう法律です。あと社会保障法、これも概念なんですけど、生活保護とか国民年金とか、そういう関係の法で、この3つを押さえた上で、さっきの上見てください。この市民法を修正する法、ここマークしてください。これちょっと説明しておきます。本来ね、民法の世界だと労働者と使用者が契約すると、1日24時間労働だろうと言うわけですよ、お互い同意すれば。でもそれだと使用者が強すぎるから、そういう契約になっちゃうので、規制しようっていう動きですね。それを市民法を修正すると表現をします。だから労働法は市民法を修正する法なので、社会法ということになります。ただですね、これ米印に書いている通り、二分法が間違ってて、三分法が絶対的に正しいということではありません。あくまで分類の方法が複数あるんだ。その程度で、把握しておいてください。いいでしょうか。これから民法とか行政法とかやると、公法、司法って言葉も当たり前のように出てくるんですね。なので今日の講義は用語になれる、それをですね、主眼に置いてください。では次、実態法と手続き法。これさっきの公法司法の話と全く違う分類法です。視点が違う分類法だと思ってください。で、これそんなに難しくない。手続き法じゃないのを実態法と言います。実態法とは、権利義務、犯罪の要件とその効果など、実質的な法律関係の内容を定める法のことを、要するに中身を定めた法律を実態法と言います。民法、例えば夫婦でこんなことがあったら離婚になりますよ、中身を定めてますね。刑法でこんなことをしたら罪になりますよ、そういうのを実態法と言います。で、手続き法はそのまま手続きについて定めた法律、これは実態法に定められた法律関係を実現するための訴訟などの手続きについて定めた法のことを言います。ただ手続きは全部手続き法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、裁判の法律だから手続き法、行政手続き法なんかもあるんですけど、これも手続き法で、不動産登記法、民法でやるんですけど、土地ってね、例えばこれは竹山の土地だよって登録できるんですね。そういった手続きを定めた不動産登記法、こんなのもあります。手続きについて定めた法なんだなと思っておいてください。では13ページいきましょう。で、3、一般法と特別法。これもただの分類なんですけど、ちょっと重要なんで、これ理解してください。
一般法はより広い範囲、事項、規制の対象とする法を言います。これが一般法ね。特別法は特定の事項、関係を規制の対象とする法律を言う。これ何言ってんでしょうね。で、これなんですけど、財産関係について定めた法律って何法でしたっけ。これ民法ですね。でも財産関係ってのはこういう関係にあります。財産関係でのこの丸にしましょう。これってのはほとんどが一般人の財産関係ですけど、中には商売絡みの財産関係もありますね。で、これ財産関係全体に適用されるのが民法なんですよ。だから一般人にも商売絡みにも適用されるのが民法。一方で商売絡みだけに適用されるのが商法といいます。だからもう典型的に言うとね、もう脚色して言うと、一般人は民法しか適用されない、でも商売絡みは民法と商法が適用される。イメージとしてはそんな感じです。で、商売の方が特定の事項なので、商売絡みの商法の方が特別法、民法の方が広いんで、民法の方を一般法と言います。一般法、特別法です。で、例をご覧ください。例えばですね、お金を貸すときに利息を定めなかった場合です。これその時には実は民法では利息を請求できません。だから一般人がお金の貸し借りをして利息を決めなかったら利息は請求できない。でも商法では法定利息、後でやりますけど 3% は請求できる。商売絡みだけの特別の規定があるってことです。これが一般法と特別法になります。ただですね、一般法と特別法の関係は相対的です。何かというと、2つの法律との関係で決まるんです。比較対象が違うと変わってしまうということです。で、ある法律が一般法か特別法のどちらになるかは他の法律との関係で決定されます。この具体例を覚えていただければ十分です。例として民法と商法の間では、さっき見た通り民法が一般法、商法が特別法。ただしですね、商法と金融商品取引法、またなんか変な法律出てきましたね。金融商品取引法っていうのは昔はね、証券取引法って言いました。要するに株の売買とかそういうものに関する法律です。商売の中でも株の売買って特殊ですよね。ってことは商法の方が広くなっちゃうんですよ。この場合は商法の方が広いから、この2つの法律との関係では商法が一般法で、金融商品取引法、株の売買なんかの法律が特別法になる。2つの法律の関係で決まるというのは覚えておいてください。じゃあ次に同等の法規範の優劣です。これ何言ってるかというと、商売絡みの人は商法と民法両方適用されます。矛盾したときにどっち適用しますかという話です。で、これなんですけど、この丸一番絶対覚えてください。特別法は常に一般法に優先して適用されます。特別法と一般法両方適用される場合は特別法だって、それじゃないと特別法を定めた意味がないから、商人だけはこのルールにしましょうっていうのが特別法だから、特別法が優先します。じゃあ次丸二番はね、一般法同士とか特別法同士の場合どう処理するか、これも覚えておいてください。公法は前法に優先する、後からできた法律の方が優先します。これ逆に公法は前法を廃すると言います。後からできた法律が優先。
法令が新たに制定改正された場合にはこの原則が適用され、新たな法令の内容がそれ以前の法令に優先して適用されるということになります。じゃあ難しいのがこれどうですか。特別法が前法で一般法が後法の場合、後法の一般法が優先されるのか、それとも特別法だから前法が優先されるのか、これは覚えておいてください。特別法は常に一般法に優先して適用されるので、これは特別法が優先です。そういうことになります。じゃあ次4、強行放棄と任意放棄という話をします。これも大事です。これね、主に司法上の規定、民法とかで問題になります。例見てください。民事法定利息原則 3%、 これ任意規定です。で、任意規定ってのは利息を定めなかったらこれになる、まあ、これ承認官の場合ですけど、承認官で利息を決めなかったら 3% になりますね。定めなかったらこれになるっていうルールを任意規定と言います。何も決めないときはこれにしましょうってことです。一方で利息制限法の上限利息は約 15%、 日本ではというか諸外国もそうですけど、利息ってね、借りる方が納得すると何パーセントでもいいってわけじゃないんですよ。あまりに高いと無効になっちゃうんです。で、大体 15%、 金額にもよるんですけど、利息制限法の上限利息は 15% で、これ強行規定とされます。で、強行規定の意味はこっちのがルールっぽい、これに反すると無効という意味です。つまり強行規定に反すると無効、任意規定というのは何も決めなかった時にこれになるこれ民法とかでめちゃくちゃ重要なので覚えておいてください。つまり金銭を貸すときに 15%、 これ強行規定ですけど、この強行規定までの範囲内で自由に利息を定めることができます。契約自由の原則、民法でやりますけど、契約っていうのは原則自由です。でも強行放棄に反することはできない。強行放棄の範囲内で契約は自由にできます。で、もし利息を定めなかったら、これすいません、承認官ではって出してください。承認官では原則 3% になる、これ任意規定です。ここね、本当に大事なんで理解してください。任意放棄ってのは定めなかったらこれになる、強行放棄ってのは反することはできない。で、民法の規定ってのはこの2つに分けられます。で、まとめます。強行放棄、これ強行規定とも言います。強行放棄と強行規定は同じ意味です。は、主に公の秩序に関する事項について規定したもので、これに反したら絶対ダメだよというルールなので、強行放棄に反する法律行為は無効になります。で、任意放棄、任意規定は主に公の秩序に関しない事項についての規定で、当事者が契約などで定めなかった事項を補充するもの、決めなかったらこれになるというのが任意規定。当事者が別の内容を契約等で定めていれば任意放棄は適用されません。よろしいでしょうか。で、ちょっと難しかったかもしれないんですけど、13ページの一般法特別法、強行放棄、任意放棄はこれからの民法とか刑法とかの個別な科目に本当に関わってくるので、ぜひ理解しておいてください。では14ページです。で、セクション6、法の解釈で、ここは基本的な法の解釈のスタイルを学ぶところなんですが、実際にね、個別の法律やらないと分かんないこともあるので、さらっと流してください。ここはまず分離解釈と論理解釈っていう解釈の方法があります。この分離解釈と論理解釈が対立している解釈方法で、括弧1、分離解釈とは法の文言の持つ意味を明らかにする解釈です。これ何かというと、例えばね、英語の読解みたいな、英語の解釈みたいなものだと思ってください。あるいは聖書とかでもいいですよ、仏典とかで。もともとね、法律学というのはこういう分離解釈をする学問だと思われてました。法の文言の意味をねちねち追求していく、まさに聖書の解釈みたいな感じです。法の文言を持つ意味を明らかにする解釈で、条文の文言以外の事情は考慮に入れない、これがポイントです。文言だけを見て解釈していく。で、条文の文言が曖昧だったり文法的に複雑な場合にその内容を明確にします。
例見てください。賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定があった場合、賄賂とは公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益であると内容を明確にする。まあ、賄賂っていう言葉の意味から言ってますね。これが分離解釈です。ただですね、まあ聖書の解釈でも英文解釈でも他の事情を入れたい場合ありますね。分離以外の事情を入れたい場合は論理解釈。論理解釈というのは一切の論理を用いてする解釈であり、2つ以上の法律や制度の間に、これマークしましょう、表面上の矛盾があるときに論理の操作によってそれを整合的に解釈することを言います。これがポイントで結構使うテクニックです。普通に考えると2つのルールが矛盾してるんですよ。でも2つのルールがあったとしても法律です、両方とも国会が作ったんで重みがあるんですよ。そういう場合どうするかっていうと2つの法律とも生かす解釈をするんです。矛盾しないっていう方向に持っていくんですよ。それを論理解釈と言います。ちょっと身近な例でいきますね。例えば試験時間中にタバコを吸ってはいけないと定められている一方で、試験時間中の喫煙は所定の場所で行うことという規定があったとします。この2つの規定だけ見ると矛盾してますよね。吸っていいのか吸って悪いのかよくわからない。でも論理解釈というのはこの2つとも生かすんですよ。何か視点を見つけて2つとも正しいルールなんだってできないかって考えていく。その背景には議会が作った法律はなるべく生かす、そういった発想があるわけです。でこの2つの規定は一見矛盾する。そこで試験時間中にタバコを吸ってはいけないという規定はその試験を受験する受験生に対して向けられた規定で、それ以外のものは試験時間中でもタバコを吸うことができるが、その際には所定の場所で吸わなければならないと解釈することによって整合性を保つ。まあ、これ一つの例ですよ、実際の法律じゃないから。まあ、こんな感じで解釈するのが論理解釈です。でこれからたくさん論理解釈をしていくことになります。いいでしょうか。じゃあ次、拡大解釈と縮小解釈。これそんなに難しくありません。括弧1、拡大解釈、これ拡張解釈とも言います。拡大解釈とは法の文言に広義と狭義、広い意味と狭い意味がある場合に広い意味の解釈、広義の解釈を取る方法です。例えば試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコでなく葉巻とか電子タバコとか全部入るんだ、これ広い意味の方を取ると解釈することを拡大解釈と言います。一方で15ページ縮小解釈。縮小解釈とは法の文言に広義と狭義がある場合に狭義の解釈を取る方法です。例えば試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコのみが吸うことを禁止されると解釈すること。でもこれ確かにお店の張り紙とかでも揉めそうじゃないですか。タバコ禁止って書いたときに電子タバコいいんですか。これ電子タバコもダメだったら拡張解釈だし、電子タバコいいんだって言ったら縮小解釈だし、結構ねありそうですよね。で米印見てください。で実はですね、ある規定を拡大解釈するか縮小する解釈するかは結局どちらの解釈が妥当かという観点から決定される。今やってるのはこのような解釈は拡大解釈と言います、このような解釈は縮小解釈と言います、そこだけです。どっちを取りますかって言ったのは他の事情を考慮しないと決定できません。例えば時には社会情勢なんか考慮したりします。で次に扱う類推解釈、反対解釈のどちらを取るかという場面についても同様です。今はこういう意味ですっていうのをやっていきます。で3番、類推解釈と反対解釈です。類推解釈、これ類推解釈とは法の文言の意味に含まれないものに対しその類似性を理由としてその規定を適用することです。でこの類推解釈ぜひ覚えてください。これから全体構造編終わった後民法に行きますけど、民法でたくさん出てきます類推解釈。本来の文言の意味に含まれないのに類似性を理由としてその規定を適用、似てるから適用してしまえ、それが類推解釈、
あるいは累推適用ということもあります。これも書いておいてください。累推適用といったときも同じです。例えばこんな感じ、この皮で鮭、魚の鮭ですね、鮭を取ってはならないという場合に鮭目鮭科という共通点があるからマスを取ることも禁止されていると解釈すること。鮭とマスが同じか違うかというのもおそらく議論がありそうですけど、似てるから適用してしまえ、これが類推解釈、類推適用です。ただですね、類推解釈は刑法ではできません。民法ではできます。なんでかというと、罪刑法定主義というのがあるからです。のもと刑法においては類推解釈は禁止されます。なぜかというと、これね、刑法において類推解釈されると大変なんですよ。例えば日本では覚醒剤、これ使うことは禁止されてますね。でもタバコ吸うことは禁止されてますよね。でも例えばね、政府がいや覚醒剤もタバコも依存性があるから似たようなもんですよね、じゃあタバコを吸うことも覚醒剤取締法違反で犯罪ですってやられたら困るので、これは禁止されます。でそれを法律で言うと罪刑法定式、法刑罰と、犯罪は決まってなきゃいけないから。ただし被告人に有利な類推解釈は許されます。なんでかっていうと、被告人に有利の利益原則から有利だったらいいってことです。では括弧に反対解釈です。で反対解釈は法に規定されてない事項についてその法規の適用を排除することです。例ご覧ください。この川で鮭を取ってはならないという場合に鮭以外の他の魚なら取っても良いと解釈をすること、これを言います。つまり鮭を取ることだけが禁止されているから他は大丈夫だ、反対解釈です。これもよく使う解釈方法です。であとですね、もちろん解釈というものがあります。これね、類推解釈の一種であり、ある事項について法が規定していることが同一属性を持つ他の事項にも適用されることが当然自明であるとする解釈方法。この定義は覚えなくていいですよ。この具体例でこんなものなんだって思っておいてください。で例、10万円の賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とするという規定がある場合に、10万より多い100万円の賄賂を受け取った公務員はもちろん懲戒免職とすると解釈する。これ似てるから適用してるだけなんですけど、もちろん解釈と言います。もちろん解釈はふーんと思っていただければ結構です。では16ページ、セクション7、裁判員制度です。でこれ刑事裁判の制度です。我が国では国民が刑事裁判に参加する制度として2009年から裁判員制度というものが実施されています。であっさりいきましょう。陪審制と参審制、国民の司法参加形態には市民だけで有罪無罪の評決を行う陪審制というものがあるのと、職業裁判官、これプロの裁判官ですね、プロの裁判官と市民が共同する参審制というものがあります。で我が国の制度は実はどちらでの制度でもないんですが、参審制に近いです。で、なんでどちらでもないかというと、我が国はね、市民と裁判官が両方やるんですけど、法の解釈だけは裁判官だけがするんですよ。これ刑事訴訟法でやるんで別に書かなくていいですけど、一部だけ裁判官だけがやるので、参審制に近いという表現になってます。あと我が国ではかつて1928年から43年に陪審制度が導入されてました。これ年号を覚える必要ないですよ。陪審制度もあったんだなぐらいでいいです。で裁判員制度、これは死刑または無期の懲役禁錮にあたる罪に関わる事件などの、覚えておいてください、これ重大な刑事事件、重大なと刑事事件両方関わります。民事事件適用なし、軽微な刑事事件も適用なし。で裁判員、これ一般市民のことを言います。裁判員は裁判官とともに被告の有罪無罪及び量刑を決めるが、これマークしましょう、
法令の解釈だけは裁判官が行う。だから純粋な三審制ではない。市民が一部だけ決めないところがある。で、意思決定は原則的に裁判官3人と裁判員6人から構成される合議体での多数決によって行われます。で、この辺りはスーッと読んでおけばいいです。被告人に裁判員制度を拒否する権利はない。裁判員には守秘義務がある。裁判員は衆議院議員の選挙権を持つ者の中から抽選で選出されるが、学生70歳以上の者のほか、仕事上著しい損失が生じる場合や育児介護などやむを得ない事情がある者は辞退することが可能で、日当や交通費、宿泊料が裁判員には支払われますが、参加に伴う損失保障はない。これ損失保障って憲法でやりますけど、裁判員は1日いくらの日当もらえます。あと交通費とかももらえますけど、例えばね、仕事を休んで100万円の損失が出た、保証してくれ、これはダメなわけです。一律の日当とか交通費とか宿泊料しか出ない、そういうことです。いいでしょうか。では17ページで、このレジュメの最後は基本的人権の歴史です。これ憲法の担当に出るところですけど、もう全体構造編でさらっとやってしまいましょう。基本的人権は人権ないし基本権とも呼ばれ、人身の自由、表現の自由などの個別的人権を尊重する言葉である。国民には人権というものがあります。で、これ六法を見てください。憲法を見てください。で、人権はどこに書いてるかというと、憲法10条を見てください。10条、日本国民たる要件は法律でこれを定める。それの右側に第3章、国民の権利及び義務って書いてますね。ここに書いてます、第3章で。具体的には13条からが人権の規定です。13条を見てください。すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。で、ここに幸福追求に対する国民の権利って書いてました。幸福追求権といって、これも立派な人権の一種です。で、このように日本国憲法では人権が書いてるんですけど、人権ってのは昔からあるわけじゃないですよね。その歴史を見ていきましょう。で、人権保障の変遷です。昔からあるわけじゃないんですけど、やっぱり人権というのが大事だということでできてきました。で、人権ができてからの歴史なんですけど、もともとは国民権という地位に伴う権利。何かというと、例えば日本では人権は日本国籍持っている人しか認めない、外国人は認めないという立場から、人間であることによって認められる普遍的な権利へ変化しました。さらに自由権から社会権。自由権ってのは、例えば表現の自由とか言って、国が邪魔するなって権利です。これ書きましょうか。自由権、これがもともとの権利でした。例えばね、国民が表現しようとしている、でもそれが国がこれを処罰しようとしている、これを防ぐのが自由権です。で、自由権は難しく言うと妨害排除請求権と言います。これ民法でも出てくる概念です。一言で言うと邪魔するなという権利、私は自由にやりたいからほっといてくれという権利、これが自由権です。もともとの人権の本質は自由権です。国民が自由にやりたいからそれを邪魔しないでくれ、この自由権でした。で、この自由権には例えばね、
私は貧しいからお金をくださいっていう権利は入りません。あくまで邪魔しないでくれってだけです。でもこれだけだと、例えばですね、ある程度能力のある人は生活できますけど、たまたまね病気になってしまった人が生活できなくなります。そこで社会権という概念が生まれてきました。自由権から社会権。社会権は、憲法25条を引いてください。典型例がこれですね。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。最低限度の生活を営む権利を有するということは、最低限度を下回っている場合はお金をくれと言えますよね。これが社会権です。で、社会権はこれね、別名請求権とも言います。国に対して請求するからです。社会権はこれ請求権とも言います。国に対してお金をくれ、あるいは初等教育を与えてくれ、こんなのも社会権になります。よろしいでしょうか。で、米印で、自由権は国家からの自由っていうこともあります。で、社会権は国家による自由、国からお金をもらって生きていく、社会は国家による自由とも言います。で、法律による保障から憲法による保障へ、こんな流れがあります。では次に世界各国の人権宣言見ていきましょう。で、イギリスです。で、マグナカルタはそんなに大事じゃありません。これは国王が貴族の特権を容認したもので、王権という権力制限の発端です。要するに王権、王様の権力というのは絶大だったのが、マグナカルタでちょっと制限され始めた、そういうイメージです。ただ本質的には封建制度を温存するための文書で、近代的な意味での自由や権利の保障を目的とするものではありません。で、丸二の権利制限あたりからちょっと人権が入ってきた、そういうイメージです。権利自由の保障が一般国民まで及んでいる。で、あくまでただ諸権利はイングランド国民という身分に伴う権利でありました。で、権利焦点、このあたりからマークしておきましょう。で、ここに来ると国民の生命財産の安全と議員の言論の自由を保障、で、名誉革命の成果を法制化、議会主権確立へ、で、後のアメリカ革命に大きな影響を与えた。で、まあ権利焦点こんなものがあるんだ、まあ多分歴史とかで習ったかもしれませんけど、これは憲法の担当でも出るので覚えておいてください。じゃあ次アメリカです。で、アメリカ独立宣言、これマークしてください。これはアメリカ東部13州が英国から独立したことを宣言する文書であり、後の第3代アメリカ大統領ジェファーソンにより起草されました。で、国民に天賦不可侵の、これマークしましょう、人権があることと革命権があることを認めている。で、ここでぜひ覚えていただきたいのは、人権はアメリカ独立宣言に書かれている、これは覚えておいてください。あと革命権はそんなに大事じゃないんですけど、これは政府が国民の意思に反したときは革命していいよ、そういうイメージです。で、次に、アメリカ独立宣言から2年後にアメリカ合衆国憲法ができました。連邦政府樹立の必要からワシントンを議長に、憲法制定会議が開催され、制定された憲法です。で、アメリカ合衆国憲法の特徴は、まず連邦憲法です。連邦ってイメージ湧きます？アメリカ合衆国って国は二重構造なんです。アメリカ全体が一つの国で、さらに州も一つの国なんですよ。二重構造になってます。日本は違います。日本は統一国家って言って、日本国全体が一つの、国、都道府県は一つの国ではない。で、これは連邦憲法ってアメリカ連邦全体の憲法ということです。で、さらに構成憲法です。これ何言ってるかというと、構成憲法とは憲法を改正する際に
通常の法律制定手続きよりも厳格な手続きを必要とするものです。法律改正手続きよりも改正が難しい憲法を構成憲法と言います。日本国憲法は構成憲法です。で、これね、ちょっと大事なんで、憲法の条文を見ていきましょう。憲法59条を見てください。法律ってどうやって作られるかという話です。憲法59条1項、法律案はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては両議院で可決したときに法律となる。法律ってのは衆議院で可決、参議院で可決すれば法律になります。で、56条2項を見てください。両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。つまり法律案というのは衆議院で過半数の賛成があって、参議院で過半数の賛成があれば法律になるんですね。憲法どうでしょう。憲法96条1項を見てください。96条1項、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票、または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。つまり憲法改正というのは衆議院3分の2、参議院3分の2プラス国民投票の過半数。全然違いますよね、法律案と。法律案より憲法改正の方が厳しいから構成憲法と言います。変えにくい憲法という意味です。で、アメリカ合衆国憲法も構成憲法だし、日本国憲法も構成憲法です。とか近代国家は大体構成憲法です。で、何制憲法ってのは法律と憲法を変える手続きが同じ、ものを言います。アメリカ合衆国憲法は構成憲法です。で、これほぼ完全な三権分立制度を採用しています。で、国家レベルでは世界で最古の成文憲法です。今日の講義最初にやったの覚えてますか。聖徳太子の17条憲法は憲法ではないという話。ここでの憲法も近代的な意味の憲法です。ここに書いてる通り、ここでいう憲法は実質的意味、近代的意味、立憲的意味の憲法です。この話はね、難しいんで憲法でありますけど担当によく出るところです。で、今覚えていただきたいのはこれ、後に修正条項によって個別的な人権規定が設けられたってことは、アメリカ合衆国憲法ってのは最初は人権規定がありません。これ覚えておいてください。書いてないんですよ、人権の話が。で、これアメリカは人権を軽視しているかというとそうではなくて、書いてましたね、独立宣言に書いてるからです。独立宣言に人権が書いてあって憲法には書いてなかった、その当時。後に修正条項で設けられたということになります。で、せっかく憲法の話が出てきたのでちょっと脱線しますね。日本国憲法もいろんな国の憲法も2つに分かれます。人権と統治機構って分かれるんですけど、この人権の部分が、独立宣言で書いてあって、統治機構の部分が最初の合衆国憲法で書いてあった、こういうイメージです。
で、実はですね、今日本国憲法は憲法に人権と統治機構って書いてますけど、これ歴史を紐解くと統治機構と人権ってね、別々に定めることが多かったんですよ。これなんでかというと、英語得意な人、これ見てください。セブンサミットのね、ここ見てください。コンスティチューションって書いてますね。これ憲法って意味です。でもコンスティチューションってのは構成とかそういう意味なので、実はですね、もともとこっちなんですよ。統治機構。コンスティチューションって書いてる通り、統治機構が憲法で、人権ってのはね、別に定めることが多かったんです、当時。その後一緒になったっていうイメージです。ここは結構単刀でも出るので覚えておいてください。では次ですね。タコさん、フランス。これはフランス人権宣言を覚えておけばいいです。フランス革命を背景にして、宣言されました。で、個人の自由、平等、安全及び明日への抵抗権を自然権として、全ての政治的団結の目的は自然権の保全にあるとした。中身は不運でいいですよ。フランス人権宣言があるなでいいです。国民主権、思想、表現の自由、権力の分離、所有権の不可侵などを制限しています。で、ドイツはワイマール憲法。これ世界で初めて社会権、これ覚えておいてください。世界で初めて社会権を規定したのがワイマール憲法です。で、所有権は義務を伴う、そんな規定もあります。ということで、全体構造編のレジュメが終わりました。で、これセブンサミットにもいろいろ書いてるんですけど、これね、実は結構内容が濃くて3時間じゃ終わらないので、レジュメを使ってやりました。セブンサミット全体構造編のエッセンスに、あと法解釈に必要なことをこのレジュメにまとめてあります。なので、このレジュメを1回ぐらい復習して、意味が分かれば、そのまま民法を受けてください。で、セブンサミットもちょっと見ておきます。で、このセブンサミット全体構造編は辞書だと思ってください。何か分からないことがあったら調べる、そんな感じで結構です。で、セブンサミットの2ページ目、見てください。で、2ページ目には予備試験の、科目なんかが書いてありますけど、これはね、各科目のところで説明していきます。で、興味がある方は見てください。で、2ページ目の真ん中やした第2章、法学入門。で、ここはね、法学入門とありながらかなり高級な議論がされています。で、興味のある方はですね、見ておいてください。ただここまで知らなくてもなんとかなります。で、次6ページ目いきましょう。6ページ目中ほどに法の種類、これはレジュメでまとめた公法、私法、二分論とか書いてます。ここも、ご興味のある方とか理解の深めたい方は見ておいてください。で、8ページ目、9ページ目、10ページ目あたりは法限とか判例の話が書いてます。で、11ページ、学説の話書いてます。で、11ページ見てください。ここで通説、多数説、有力説、少数説の違いとか書いてますけど、これもね、ガツガツ覚えるとこじゃないんですよ。なんとなくこれから通説とか有力説って言葉が出てくるので、あ、こんな感じの概念なんだとふんわり知っておけばいい、そういうことになります。で、第2節、条文の読み方。このね、条文の呼称の条、項、号、今日ちょっとやりましたけど、上より細かいのが項で、項より細かいのが号です。で、ここは、講義でさらっとやりましたけど、ちょっとよく分かんないなーって人は読んでおいてください。で、次ですね、12ページ、13ページ、ちょっと重要な話が書いてるので、13ページの図を見てください。ここに要件と効果という話があります。これちょっと知っておいてほしいので、考えていきます。と言っても大した難しい話じゃないです。要件ってのは条件です。何々ならばの部分、効果は何々ならばどうしたの部分が効果です。で、ここに書いてるのは、実は今日最初にあった民法709条、不法行為です。不法行為っていうのは故意または過失で、騒音の場合は他人の部屋に振動音響を与える行為、他人の生活上の利益を侵害した損害の発生、因果関係があれば損害の賠償という効果が発生します。ちょっとこれじゃ難しいので、民法709条を見てください。
民法709条。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。一番ね、これ有名な事例は交通事故。例えばよそ見運転してるトラックに竹山君がはねられました。トラック運転してる人は故意または過失、少なくとも過失、ミスはありますね。ミスによって他人の権利または法律上保護される利益を侵害、竹山君の身体を傷害したりした、利益を侵害してるから、これによって生じた損害を賠償する責任を。なんちゃらならばの部分が要件で、結論が効果。法律は要件効果で考えます。じゃあね、もう一個練習やっておきましょう。刑法199条を見てください。殺人罪ですね。これもさっき出てきたやつですけど、刑法199条。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。これの要件は何ですか。これ法の文言を見てなんちゃらならばって書いてなくても考えていくんですよ。となると、これ人を殺したってのが要件ですね。人を殺したならば死刑とかになってしまう。死刑とか無期懲役とか5年以上の懲役が効果になってます。こういうふうに要件効果を読み解いていくわけです。じゃあもうちょっと難しいのいきますよ。じゃあ次、憲法21条を見てください。集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。なんかこれ要件効果なさそうですね。表現の自由はこれを保障するとしか書いてない。でもね、これ他の条文と合わせることによって要件効果が出てくるんです。それはですね、憲法98条1項を見てください。憲法98条1項。この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国民に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない。これをさっきの21条1項と合わせて読むとちょっと難しいんですけど、表現の自由を犯した法律は無効となるということになります。こういうふうに要件と効果って表面で読んでればわからないんだけど、いろいろ考えていくと出てくるんですね。憲法ちょっと難しかったので板書しましょうか。憲法21条1項と98条1項を合わせて読むと、表現の自由を侵害した法律は、自由を侵害する法律は無効となる。で、この表現の自由を侵害する法律はってところが要件で、無効ってところが効果になります。で、憲法なんかこれができるとね、ちょっと分かりやすくなります。で、このように法律は要件と効果に分類できます。ただし、もう一つぜひ知っておいていただきたいことがあります。要件と効果がない法律もたまにはあります。要件効果がない法律もある。
で、お手持ちの六法におそらく載っているでしょう。教育基本法というものを見てください。教育基本法です。まあ、載ってなかったら耳で聞いててください。教育基本法の1条を見てください。教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。こう書いてますね。で、これは要件効果はありません。さすがに抽象的ですから。じゃあ要件効果がない法律で意味がないのかというと、そうではありません。この要件効果がない法律の使い方は、これね、他の法律の解釈には使えるんです。単独では使えません。要件効果がない法律は。でも他の法律、要件効果がある法律を組み合わさって意味がある。そういうことになります。で、今はね、何言ってんだろうって感じかもしれないけど、これね、ぜひメモを取っておいてください。いいでしょうか。で、例えば教育基本法1条の場合は平和で民主的な国家とか書いてるから、あまりに非民主的な教育を公立学校の先生がやった場合は違法とされる可能性は出てきますね。だから意味がない条文ではないんです。で、なんでこんな話をやったかと言いますと、これね、基本的に司法試験総合職もそうですけど、民法からレックの講義始まりますね。刑法、このあたりはほとんど要件効果がある法律です。典型的な法律です。でもそのうち行政法とか憲法になると要件効果がない法律も出てくるんですよ。これは他の法律を解釈と使える、組み合わせて使うんだ、こういうことになります。よろしいでしょうか。で、あとセブンサミット続きですね。13ページからは、まあ、法令の基本用語とかが入っています。で、14ページ見てください。で、14ページの2、法令用語の基礎知識、またはとかもしくはとかおよび並びに場合時とかいろいろあるんです。で、これはですね、これぜひ見といてください。法令用語の基礎知識、暇な時にですね、一応慣れておいていただきたい問題、用語になります。で、ここでですね、必ずしも書いてないんですけど、ないしという言葉を間違えないでいただきたいです。ないし、例えば1ないし10っていう言葉があったんです。これは法律用語でも一般用語でも同じです。これを1または10って読み替えるのはこれ間違いです。1ないし10ってのは1から10全部入るという意味です。これたまに間違える方がいらっしゃるので注意してください。ないしはまたはではありません。ないしは何々から何々っていう意味です。法律用語でないしはよく出てきますけど、これ間違いがちなので、ぜひ押さえておいてください。で、あとセブンサミット16ページには法的三段論法というものが書いてます。これ法律学の入門書では大事大事大事って言ってるんですけど、これ私の個人的な考え方では、これね、民法とか刑法とかやった後じゃないとわからないので、もう興味あったら読んでいただいていいんですけど、別に今理解しなくても大丈夫です。で、21ページ以下が実態法で、ここからが法律の入門的な話です。で、これらはすべてね、民法とか刑法の頭でしていくんですが、もしご興味があったらさらっと見ておいてください。そんな感じになります。
で、次回から民法の講義本格的に入ってきますけど、それまでにね、このレジュメ1回ぐらいさらっと読んでおいていただければ、スムーズに入れると思います。それでは入門講座全体構造編第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。